を開会いたします委員の移動についてご報告いたします。昨日、二比聡平君が委員を辞任され、その補欠として田村智子君が選任されました。災害対策樹立に関する調査のうち、南海トラフ地震及び首都直下地震にかかる地震防災対策に関する件を議題といたします。本日は参考人として、 首都高速道路株式会社代表取締役社長、菅原秀夫君、東京大学大学院情報学館付属、総合防災情報研究センター長、田中敦史君及びび、焼津市長、中野博道君にご出席いただき、ご意見を承ることといたします。この際、参考人の方々に一言ご挨拶を申し上げます。 本日はご多忙のところ、本委員会にご出席をいただき、誠にありがとうございます。参考人の方々から、忌憚のないご意見をお伺いし、今後の調査の参考にいたしたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。本日の議事の進め方でございますが、まず、菅原参考人。 田中参考人および中野参考人の順序で、お一人15分程度、ご意見をお述べいただき、その後、各委員の質疑にお答え願いたいと存じます。また、ご発言の際は、挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得るということになっておりますので、ご承知おきください。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。 それではまず、菅原参考人からお願いいたします。はい、じゃあ菅原参考人改めまして、えー、首都高社長の菅原でございます。あの本日はです、ね、あの参考人として、えー、発言をさせていただく機会を頂戴いたしまして、あの誠にあ,のありがとうございます。えー、本日はです、ね、時間も限られておりますので、えー、私の方からは、えー、地震防災にも資する点検と補修の在り方、そして大規模更新、そして二つ目としては、えー、南海トラフ地震。 あるいは首都直下地震等々、非常に今懸念されているわけでございますけれども、そういう状況の中で、地震防災についての取り組み、この2点に絞ってですねお話をさせていただきたい、このように思うわけでございます。でまず冒頭、ですねあの我が社の首都高の生い立ちをちょっとお話をさせていただきたいと存じます。まあの昭和30年代、えー、ご案内のように急速なモータリゼーション拡大いたしましたで、道路インフラのですね整備が追いついていないということで、都心部で、 本当に大変な大渋滞が発生しておりました、こういう状況の中で、さらに加えて、ですね昭和34年には、39年の東京オリンピック開催が決定されたということもございまして、以降、急ピッチで,ですね首都高が建設、あの開始されまして、37年の12月の20日、京橋から芝浦まで約4.5キロでございますけれども、開通したわけでございまして、昨年、めでたく、 開通周年たとといいうことでございますただ、あの急ピッチで,です、ね、建設を進めたものでありますから、えー、道路建設にご案内のように、一番時間かかるのは用地買収なんですね、そういうことがございまして、えー、用地買収の必要のない、えー、道路、あるいは河川、堀、えー、こういうようなものをです、ね、活用したものですから、非常に首都高はです、ね、あの高架橋が多いんですね、これはちょっと他の高速道路とは違うと思います。だいたい8割が高架橋でです、まあ、そういうい状況の中で 今日では総延長が約300キロメートル、それで1日当たり約100万台、大型車はこのうちでですね約1割ということでございまして、大体23区内の地方道ですね、これと比べますと5倍の交通量がございます、大型車ですね、さらに加えてですね道路延長で申しますと、首都高は大体23区内の15%でありますけれども、貨物の輸送量を見ますとですね30%ということになっておりまして、そういう意味で、 首都高はですね、首都圏のみならず、えー、日本全体の社会経済活動を支える、えー、基幹的なインフラであると言っても過言ではないと、このように思うわけでございます。ただ、その一方でですね、えー、建築後40年を経過している路線が約30%ございます。それと、えー、建築後30年ということで見ますと、だいたい半分ですね、50%が、えー、30年経過しているということで、非常にそういう意味では高齢化が進んでいるということであります。それに加えまして 先ほど申し上げましたように、えー、膨大な交通量があると、それに加えて、大型車の支出が高いということで、うんえー、表現はあるかもしれませんけれども、そういう意味では過酷な使用条件があるということが言えると思います、こういう状況の中で、やはり一番求められるのは、ですねやっぱり安全安心の確保だと思います、そういう意味で、えー、的確なです、ね、点検と補修、これがあの大事だと思います、で昨年、えー、12月に、本当にあのすがで痛ましい、えー、事故がございました。 で我が社といたしましては、ね、やはり従来にも増してです、ね、この点検と補修、こういうものに力を入れたいと、こう思っているわけでございます。まず、その点検と補修について申し上げますと、点検につきましてはです、ね、日常点検、そして定期点検、この2つに分かれます。日常点検はですね、週2回あるいは3回のパトロールカーによる車の上からの巡回の目視による点検ですね、これをやっております。それと、大体年2回ぐらい、徒歩による歩いて、 高架上、高架下からですね、この8割高架でありますから、高架下から目で持って点検をすると、こういうことをやっております。これが日常点検、それと定期点検といたしましては、ですね5年に1回でございますけれども、その構造物に接近をして、ですね目で見てで、触ってみて、打ってみて、叩いてみて、という要するによく目視、触進、打音と言っておりますけどこういうものをやっております。そしてこのの点検の結果ですね 即直さななきゃいけないけものがありますこれはもう立ちどこにあに補修をしてますけれども、計画的に補修するものもあるわけでございまして、えー、非常に老朽化も進んでいるということもございましてです、ね、その毎年発生する件数、これが非常に多いものでありますから、今まではです、ね、補修件数が追いついていなかったということがございまして、24年度末で見ますと、大体10万件ぐらい、未報酬の損傷数がございましたで、これではいけないということも考えまして、 25年度今年度ですね、えー、未報酬の損傷の削減元年というふうに位置づけをいたしまして、えー、取り組み体制の強化、あるいは振興管理を強化いたしまして、これまでたまっていた10万件をです、ね、これから4年間のうちに全部、これ、解消いたします、まあ、そういう取り組みをしているということでございます。で、今申し上げました、えー、点検と補修、これで当面の安全性は確保されているというふうに考えているわけでございますけれども、ただ、 長期にわたってですね、今後長期にわたって安全安心を確保するためには、やはりです、ね、大規模更新、大規模修繕、これは避けられないだろうというふうに考えまして、昨年の3月でございますけれども、社内にあの東京都市大学の教授をされております、久井先生を委員長とするです、ね、調査研究委員会を立ち上げまして、今年の1月の15日、提言を頂戴をいたしました。 かいつまんで申し上げますと、この古さ、古さとそのかの、負荷ですね、道路にかかる負荷。この時点からですね、六路線、の六路線と申しますのは、都心環状線。一号の羽田線、三号の渋谷線、四号の新宿線。で六号の向島線、七号の小松川線。この六路線、七十五キロメートルを。検討路線として抽出抽出したということでございます。さらに、この、えー、抽出した路線の中でですね、検討区間。 これはあのさらに検討いたしまして、48キロメートル。これは大規模更新、要するに建て替えですね。大規模更新すべきところが16キロメートルぐらい。大規模修繕が28キロメートル。これはなお、詳細なけん、えー、調査をして、大規模更新か修繕を決めるというものが4キロありまして、大体48キロメートル。これをですね、検討区間としたわけでございます。で、概算の資料でございますけれども、大体7900から9100億円ということになっております。いずれにしても、 こ今年の1月15日、提言を頂戴して以降、ですね社内に PT を立ち上げまして、今、検討を進めているというところでございます。でただ、この大規模更新、大規模修繕、課題が2つございます。1つがですね財源の問題でございまして、ご案内のように、現在の償還計画には、この大規模更新、大規模修繕、これは含まれておりませんので、それについて、課題があるということでございまして、これにつきましては、ですねご案内のように、 国交省、国土交通省の社会資本整備審議会、道路分科会、国土感染道路部会という、こういうところで、です、ね、10年から15年程度の料金徴収期間の延長によりまして、ですね各世代の利用者負担の平準化を検討すべきであるというものが、中間答申でなされております、さらに加えまして、来年の概算要求をおきまして、ですね建設債務の償還が終わったと、償還満了後、 継続して料金をを徴収する制度を要求されしているということで,とことで、ところでございます。これが一つ目、財源ですね。二つ目の課題が着手する時期であります。で、大規模更新はですね、非常にその、えー、時間がかかる、通行止めともなんですね、長期にともなんで、ご案内に首都庫は大変なその交通量がありますので、えー、迂回路、この確保が大事だというふうに考えておりまして、そういう意味で、よくあの首都圏三勘っと言っておりますけれども、えー、中央環状 それから外環道、圏央道ですね、中央環状につきましては、これ、首都高やってるわけでございますけれども、26年度の完成目指しでやっております、これから、えー、外環道、圏央道につきましては、これは大体外政、概制、おおむねできるの三34年というふうに聞いておりますが、まあ、いずれにしても、こういう三環状の、えー、ネットワークの整備状況を見ながらです、ねえー、国土交通省なり、えー、各地元の地方公共団体と連携を強めてです、ね、連携をして取り組んでいかなきゃいけないというふうに考えておりますが、 えー、号ただ、1号の羽田線のお東品川桟橋、そからサメーズ埋め立て部につきましてはです、ね、先ほど申し上げました、えー、大規模工事の対象区間に入っていることはもちろんでございますけれども、迂回路のです、ね、仮設が可能ということがございまして、早期着手が可能であるというふうに考えておりますが、いずれにしても、えー、この1号の羽田線につきましては、来年の概算要求で26年度から事業着手をすると。 ととといいいいいいううここでで要求をしてさせててただいているということでございますと加えて申し上げますとあの、おかげさまで東京オリンピック・パラリンピック招致あの、成功いたしました、これとの関係でございますけれども、あのご案内にように、わが社、9月の9日に、えー、推進本部立ち会いました、で今後です、ねあの、オリンピックの組織委員会も立ち上がると思いますので、これと調整をしながらです、ね、進めていきたい。 調整というのは整備工程とか、ですねそういうものについて進めてあの、調整してやっていくというふうに考えているところでございます。それから次にあの地震防災について申し上げますけれども、首都高はですねご案内のに前線、これはの支援物資の輸送を担う緊急輸送道路、それと自衛隊、警察消防、このですね緊急車両の利用する緊急交通路、この2つの えー、路線に指定をそれておりますで、首都につきましては、ですね建設当初、これは、えー、大正十二年のいわゆる関東大震災、えー、相当の地震にです、ね、耐えうるような状況になっております、ただ、その後と、お話に平成七年、えー、兵庫県南部地震で大きな地震がございました、でこれを契機にですね補強をいろいろいたしました、例えば、首都高は八割、あの高架って言いましたけれども、この高架を支える橋ですね、橋脚、この耐震補強。 平成それから落橋防止、ね、落ちないように、落ちないようにです、ね、いろいろ橋桁を警ルでつ,あのつなぐとかですね、そういうこともやっております、それと、えー、横浜ベイブリッジだとか、鶴見つばば翼橋、レインボーブリッジ、葛飾羽ブ橋、荒川湾岸橋等々のです、ね、いわゆる長大橋、長い橋、これについての、えー、落橋防止システム等のです、ね、耐震の補強もやってございます、それともちろんトンネルの耐震補強もやっております。 まあ、そういうことをやっ,てやっているわけでございまして、あのそういうこともございまして、ですねじゃあ、東日本大震災の時どうだったかということでございますけれども、えー、まず3月、月ご案内のように、3月1一日、えー、14時46分発生をいたしまして、すぐ立ちどころにです、ね、首都高は、全線を通行止めいたしました、通行止めいたしまして、緊急のパトロール、そして、えー、緊急の点検を実施をいたしまして、点検をした結果、異常のなかったところこれについてはですね、 えー、3月翌日12日の午前1時、あの通行止め解除いたしました、ただ、かなり時間がかかりましたので、これはですねもっと早く解除できるべく、ですね今、検討しているということでございます、それと、あの点検した結果、ですね29箇所の損傷が発見されました、あの湾岸線のですね液状化も含めまして、えー、路面の損傷が11箇所、上院トッの損傷、10箇所、等々ですね、29箇所の 損傷見つかったわけでありますけれども、えー、この以降、3月27日までにです、ね、全部、応急復旧工事が完了いたしまして、築地工事が完了したところから、えー、開放したということでございまして、そういう意味では、えー、先ほど来申し上げましたように、首都はこれまでの耐震補強で、えー、比較的ですね軽微な損傷で済んだと思っておりますしまた、地震発生後16日間でですね開通いたしまして、そういう意味では、 え冒頭申し上げましたように、緊急交通路、あるいは緊急輸送道路としてです、ね、えー、震災の復旧に、まあ、寄与できたんではないかなというふうに考えているところでございます。それと、えー、ソフト面でございますけれども、BCP ・事業継続計画ですね、これもあの、えー、大地震の発生を想定いたしまして、策定しているわけでございまして、まず2009年、平成21年になりますけれども、第1版ですね、策定いたしまして、その後、 えー、東日本大震災を踏まえまして、えーえー、平成23年、西暦で申しますと、2011年、第2版をあの策定をいたしました、でえー、それと、えー、国交省でございますとかあ、地方公共団体、あるいはネクスコ等々ですね、関係機関と連携も深めているということでございます。それともちろんやっぱりあの えー、事業継続計画にしてもただだ策定すするだけじゃダメなんですねやはりその訓練してみないとだめなもんですから、防災訓練もです、ね、毎年やっているということでございます。それと、あの首都直下地震に向けた対応で、ちょっと一言申し上げますと、えー、東日本の大震災を受けましてです、ね、現在、えー、中央防災会議で、首都直下地震の被害想定等々のです、ね、見直しが進められているというふうに聞いておりますけれども、これを受けましてです、ね、えー、BCP についての、 第3波の策定もしなきゃいけない、あるいはまた新たな知見が示されれば、ですね耐震基準が示された場合には、必要なさらに必要な対策を講じたい、このように思うわけでございます。まあ、終わりになりますけれども、今後もですね利用される方々の安心安全の確保に向けまして、ですね備えあれば憂いなしとよく申し上げ、あの言われておりますけれども、点検と補修、そして大規模更新、地震防災につきまして、ですね社を挙げて取り組んでいきたい、このように思うわけでございます。そして緊急交通路 緊急輸送道路としての使命をですね着実に果たすなど一層に寄せられた期待にしっかりと応えていきたいこのように思いますご清聴ありがとうございましたありがとうございました次に田中参考人にお願いいたします、えー、東京大学の田中でございます、えー、今日はこのような機会を与えていただきましたことを御礼申し上げますであの総合防災情報研究センター中や下の紙そうな長い名前でございますが えーまあ、地震と火山を理学的にメカニズムを解明する地震研究所とそれから都市基盤です、ね、を研究している、まあ、工学的に扱っている生産技術研究所と、えー、人を扱っているというとちょっと、えー、幅が広いんですけれども、えー、情報学館、えー、3つの部局が共同して作りましたセンターで略称サイダーと称しております。 で3つの部局のサイダーなので、えー、3つのサイ,ヤサイダー三つやサイダーと称しておりますので、えー、ご記めいただければと思います、えー、商品名が出ましたので、あのー、ちょっと議事録からは削除をしていただければと思いますで、えーまあ、そんなことを申し上げさせていただいたのはですね、えー、実は私はその人を扱う立場ということでございますので いやいやちょっと皆様、先生方からのご期待から見ると変化球になるかもしれませんけれども日頃考えていることをポイントをお話しさせていただければというふうふに思っておりますで、えー、まず南海トラフの巨大地震とそれからまあ首都直下地震、まあ、これは地震像がどうなるかというのは、まあ、ある意味は、えー、かなり多様性を持っていてわからないところがございますけれども えー、いずれにせよ空間的に極めて広いということ、えー、それから被害量が大きいということがまあ大前提になってまいります、でそのと、えー、まに、あ、被害を減らすということが一番大事になってくるわけですけれども、じゃあどこまで被害を減らすのかって、まあ、災害対策には必ず提言してしまう,こうあのところがございますので、まあ、どういう対策を取るのかというところの一種の基準みたいなものが必要になってくると思います。 でそういう面では、その一つ災害対策をお考えいただく上でえで、ー、今まではやはり地震動に始まり被害からスタートをしていったのですが、えー、迅速な復興、円滑な復興を遂げるために何が必要なのかとでそのためには被害はやっぱここまでに抑えなきゃいけないとあるいは、えー、少なくとも人的被害、えー、人命はとても大事なものでありますけれどもやはり復興に立ち上がっていくためには やはりあの人的な被害を減らさないとですねやはり周囲の方々は動けないというところがございますでそういう面ではその最終的な生活再建をどう円滑に進めるためにトータルプラッジングをどうしていくのかということでそのためにやはり事前対策がとても大事だというふうふに思っておりますそこであのお手元の資料に書かせていただきましたが大前提としては事前の被害抑してあり 要するに住宅の耐震化がとにかく大最優先であるということを一つ指摘をさせていただきたいというふうふに思っておりますで続きましてその広域性と今、被害量ということで2つの軸で説明させていただいたのですが広域性というのもある意味分かっているようで分かっていないようなところがございますでやはりその南海トラフの広域性というのは分かりやすい例でいうと ヘリコプターの航続距離片道で行ける距離を超えてしまうということですね、えー、つまりロジスティックが極めて難しくなる範囲になってしまうしたがって、えー、広域性ってただずたっと広いっていう意味だけではなくてですね災害対策を考える時のロジスティックの可能性という一つの物理的な限界を前提に議論をしてそこで実効性を高めておく必要があるということを感じております でそのためにはおそらく港湾と今、あの首都高速の方からもお話がありましたが高速道路を中心とする基幹道路もで、でどれだけ早く流通を確保できるのかということが大事になってくると思っていますで、まあ、そのための計画も必要なのですが実はやっぱりちょっとやや不明確になっているのがです、ね、道路警戒 公安の警戒の時に公安のの警戒の場合には、えー、船舶等民有資産であっても除去をして良いことになっているんですが道路上はやや曖昧なんですよね、なのであの道路に放置された車両をもうブルで警戒してよいかと言われるとやや個人財産というところがあってですね、まあ、その辺の整理が実は必要なんじゃないかという気がしています。 でそれで、まあ、そういう面ではその空間的な広がりが大きいというのでで焼津市長さんがいてなかなか申し上げにくいところもあるのですがやはりこれだけ広域になってくると市町村主義で今成立している災害対策基本法というのには限界があるというふうふに思っていますでやはりそ,のそれぞれの市町村によって被害の形態も違いますし余力も違ってまいりますのである程度広域ブロック化をして事前対策から復興、復興 復興までですね、えー、かなり強力な体制を組まないと私は難しいんではないかと思っております、まあ、この辺はちょっと後とで矢井市長の方にコメントいただければと思いますで特にあの直後はそういう世界に入ると思っていますでその中であの一つ皆様にも思い出していただきたいのは、えー、東日本大震災で遠野市が後方支援計画というのを立ち上げましたでこれは事前から計画を立てていたことでかなりやはり有効だったという部分もありましたし それから、やはりそのあとの中でどこまでどう続けるのかというところにも難しいところもあってかなり市長悩まれたところもございましたでやはりこういう後方支援って1つの市町村がやはりお互いに支え合うという市町村を超えた枠組みですね1つはやはりその非常に通常の市町村行政を超えるようなです、ね、話は出てくると思いますし また南海トラフの場合ですと場所によってです、ね、被害の受け方、様相が変わってまいりますのでそれぞれに合わせた対策が必要になってくるということで、まあ、ブロックがどの程度がいいのかということはまた先生方にもあのお考えいただければというふうふにも思っておりますでそれからあの首都直下に関しては、えーまあ、確かに南海トラフに比べると広域性は低いというふうにも言えますがこれはさまざまな社会システムのハブになってますので ある意味では被災が全国、あるいは下手すると国際的に波及してしまうという意味での極めて大きな広域性を持っているということでございますであの、まあ、ちょっとだいぶ倍になりますのであのご記憶いただいてない場合もあるかもしれませんが、えー、世田谷電話局の前で火災が起きた、報、まあ、道内で火災が起きたんですが一箇所の火災でこれはあの全国の ATM が使えなくなる。あるいはあの 物流システムがが使えなくなくるるといこ起きているんですねでもこれはまあ明らかにそれよりも大規模なことが起こりうという攻撃性だということでございますでそういう面ではえ実はその外力地震津波の想定外というのを今防ぐために南海トラフの巨大地震もやりましたし首都、えー、直下もやってるわけですが実は社会システムがどうなるのかということをやはり詰めておく必要があるということだと思ってますで被害量についてはもう明らかに応援料供給量 を超え応援料、供給量を超えた形で入ってまいりますで今回の3.11の場合に燃料が非常に大きなネックになりましたけれども実は供給量は全然問題なかったんですね稼働率をちょっと上げればカバーできる範囲でしたでむしろ問題だったのは流通するためのタンクローリーもっと言えば運転手の、まあ、かなり特殊な議論を要求されますのでその人間の問題であったわけですで、えー ところが、おそらく南海になりますと、非常に大きなインパクトを持ってまいります。一つの例を申し上げますと、今、LNG というのが日本、非常にいろんなところで使っておりますけれども、その7割が三大港に入ってきます。南海トラフということは、つまり名古屋と大阪が止まるということを意味しますから、全体の70%の3分の2が止まってくるということになります。これは全国波及ということになります。 でその中で、えー、やはり長期化するということは必然的になりますので、本当に今までの応急仮設、災害復興公営住宅という一本道で良いのかということは、どこかでご検討いただければというふうに思っています、でそれからあの非常にです、ね、被災率が高いということ、3割、えー、全国の3割が被災地になるということはです、ね、やはりかなり大きなインパクトを持ってまいります。 で一つ、ここであの例を3つ挙げさせていただきますと今、日本の金融資産残高一斉兆円と言われていますが、えーまあ、かなり国債が迫ってきていますで、えー、関東大震災の時には実は国は外債を発行していますで国内の資金は民間及び市町村にのために残したんですねその時の利率が7%です 今のギリシャと同じなんですねでこれは何を意味するかっていうと復興需要復興投資をしてもしても全部それが海外に出ていってしまうということを意味します、えー、類似の例は兵庫県南部地震で兵庫県の、えー、復興投資のうち9割が県外に出ていますこのことは何としても防がないとお厳しく実際には関東大震災の外災は、えー、戦後まで残って戦後のあのバブルで飛んでいったというところがございます でそれぐらい実は大きな話なんだという気がしているということでございますで残された時間が、えー、あと4分ぐらいでしょうか、えー、少しあの最後の8、9、10、11、12あたりでお話をさせていただきたいというふうに思っていますで今申し上げましたようにやはり3.11というのも大変あの激甚な災害でございました でえー、またあ原,子力という原子力発電事故という、まあ、厳しい状況で今、福島の方々もお中心として非常に苦労されていらっしゃるでこれがなんとかできなかったのかという思いはもちろんありますし今、何かできないのかという思いもたくさんあるわけですけれども、えー、3.11の被災者の方々が多分、国が助けてくれる最後の災害だねと。 いいいう言い方をされていましたそれぐらいにやはり財政的な課題ということはきちんと議論をしていただきたいというふうに思っていますそれからあの今の被災地を見ていますと非常に多くの方々が国もそして行政もいろんなところで死守粉塵の戦いをしていらっしゃるんですねでところが 一つ一つの栄誉はいいわけですが、ややそこで問題になっているなと思っているのはですね、復興の対策がやはり事業単位で認定されているということです。でこれはやはり現場ではいろいろと組み合わせなければ、現場のニーズに合った形で再構成をしていくというのが市町村の仕事になるんですね。でところが やはりその事業単位の認定というのがその市町村の総意をやや削ぐ側面もちろんその力を与えている部分の方が大きいと思いますが削ぐ部分があるということだと思いますでそういう面ではこれはあのこの委員会の先生方にお願いをするのか、えー、よく分かりませんけれどもあのやはり復興ということを考えたときには、えー、事業単位の認定 これは国としても一生懸命やってますし、制度も一生懸命考えてるんですけれども、やはり現場からの距離感も含めて考えれば、やはりさっき申し上げたようなブロッカーというようなところを中核に、一括交付金のような形にぜひしていただけるような道を探っていただければというふうに思っています。それからあの、10番、11番、一括でお話しさせていただきますが、行政の対応力を超えます。これは自衛隊一つとっても超えます。 えつまり、えー、そのことは民間の力をお借りしなければいけないということですでただ今の日本の防災対策は民間の力を協力を求めるということにはなっているんですが、えー、民間の力を伸ばすための、えー、環境基盤というのができているというふうにあまり認識しておりません、えー、つまり、えー、首都高さんこういうことお願いねという話はあるんですけれども首都高が対策を取る上でえで、ー、お金だけではなく こういう情報とかこういうような想定があるんだとかえというそういうその事前の情報基盤をぜひ整備するようなことも含めてお考えいただきたいということと、えー、もう一つはあ、えー、阪神と違って東,東日本大震災で非常に大きな問題になったのは地域産業の再生ですで、えー、特に三陸地域は、えー、地域の産業が非常に特化をしていてで、えー、そこで、えーい まあやはとらんでいる方がたくさんいらっしゃるわけですねで地域の産業の再生なくして地域生活の再生がないんですねでところが産業政策から見ると災害復興は今、利子補給というのが非常に通常ですやはりそこでは限界がある可能性がありますので、えーまあ、中小企業庁さんがグループ化補助金等いろいろな手を打っていらっしゃいますけれども、まあ、東日本大震災のお、まあ、きちんとした評価も踏まえながらあ産業政策 南首都直下は明らかに産業政策です、そこをぜひご検討いただければというふうに思っています、そして最後ですが、おそらく南海トラフと首都直下、特に首都直下の場合には被災地の概念、定義が変わると思いますので、いわゆる激甚災害対策法的な被災地の捉え方だとうまくいかなくなるんではないかということを思っているということでございます。以上でごごござざいいまます。どううもご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。次に中野参考人にお願いいたします。委員長、中野参考人。はい、よろしくお願い申し上げます。静岡県相頭市長の中野博道でございます。この度は参議院災,災害対策特別委員会での参考人としての意見を述べさせていただく機会をいただき厚く御礼を申し上げるところでございます。またあの昨年度内閣府に設置されました。 南海トラフの巨大地震対策検討ワーキンググループの委員にもご指名を賜り自民と直接接しております市長としてね意見を述べさせていただくとともに南海トラフを取り巻く最新の知見を勉強させていただきましたことを改めて申し上げるところでございますそれでは本市の取り組みや課題について申し上げさせていただきますはじめに八重洲市の概要でございますが お手元に配布させていただきました資料の2ページでございますが本紙は静岡県のほぼ中央また 東京と名古屋の中間に位置しておりまして東西に約12キロメートル南北に約17キロメートルそして人口が約14万4千人、え人面積が約71平方キロ,キロメートルと非常にコンパクトな市でございまして駿河湾に面し15.5キロメートルの海岸線を有しておる市でございます。 地形は地域の大部分が平坦でございまして荷重面積のうち海抜1 0ル未満の土地に総人口の約86%が移住しているところでございますまた一方海抜1 0ル以上の土地の約91%は市街化調整区域であります本市の人口は平成29年 3年の3月の月東日本大震災以後約人減少をしております今後はこの減少をいかに食い止めるかが市政を預かる者の,の使命であると考えておるところでございます資料3ページに記載をさせていただきました通り本市は全国屈指の水産都市でございまして 県営の港でございます焼津漁港と市営であります大井が工を有しておるところでございます、えー、特に焼津漁港はあ平成24年度の水揚げ金額が全国第1位そして水揚げ量は全国第2位と、えー、全国にあります13の特定第三種漁港の中でも特に、えー、規模の大きな漁港でもございます 焼津市は水産業を生業とした暮らしとともに海岸部より徐々に拡大して発展してきた町でございます漁業水産業を主要産業とするこの町を地震津波から守るためには港や船および冷蔵庫荷捌き場など水産施設が保全しな,保全しなければなりません ひとたびこれらの水産施設が壊滅的な被害を受けますとその被害額は甚大でさらに水産資源の教訓が断たれ水産食料品製造業においても甚大な影響が発生するものと予想されるところでございます私はこの焼津漁業を守るとしてどこの港を国は守るのかという思いで今いるところでございます資料4ページのでございますが 平成25年の6月の27日に静岡県の第4次地震被害想定の一時報告が公表されました本市においては最大震度が7最大津波高が10メートル 平均津波高が6メートルで、地震発生から約2分で50センチの津波が到達し、最大浸水面積が13.7平方キロメートルに及び、これは過重地面積の約25%に相当するところでございます。 被害想定においては、冬の深夜に余地なしで地震が発生した場合の死者数は約1万1千人に上り、これは総人口の約10%弱に相当するなど、そのほとんどが津波に起因するものと見込まれており、家屋の倒壊や火災を含め、当時に甚大な被害を及ぼすものと想定をされているところでございます。 東日本大震災の発生以後いくつかのハードソフトの地震津波対策を講じてまいりましたので事例をご紹介させていただきます資料の5ページから9ページに記載をさせていただきましたが最初にハードの対策といたしまして津波に対する避難場所の確保であります 災害発生時の一時避難者の受け入れ先として公共施設の76施設と合わせ鉄筋コンクリート3階建て以上の民間ビル214施設の所有者に承諾を得まして津波避難施設を確保しているところでございますまた市内の一部には山のある地区もございますので山が立地する地域の集落の住民の避難路の整備を実施してきたところでございます さらには国の交付をいただき21基の津波避難タワーの整備そして民間ビルの外付けの階段等の避難施設を設置するための補助制度を創立させていただき幼稚園をはじめとするご施設において屋上避難場所の整備を進めてまいりましたまたさらに避難場所に円滑に避難できるように市内10号車のコミュニティ防災センターへの手すりの設置 また停電時でも、点灯可能な非常照明灯の小中学校および公共施設への設置、さらには中日本高速道路株式会社との協定締結によります、東名高速道路ののり面への一時避難場所の確保も実施してきたところでございます。 また、避難場所となりますコミュニティ防災センターなど24の公共施設には夜間不在となるためにドアガラスを割って避難していただくためのライフハンマーの設置や市内、電柱への海抜表示板の設置を円滑な避難に向けた支援策として実施をしてきたところでございます。一方ソフト対策といたしましまて 5分以内での避難を意識した市内全域を対象とした津波避難訓練を実施しましていざという時に迅速な行動が取れるよう訓練を積み重ねているところでもございます。 さらに情報伝達の多重化を図るため同胞無線の聞きづらい地区には有償で防災ラジオの配布また、気象警報や地震津波情報を市民に配信するための防災メール配信サービスの導入や住民が自ら作成します津波避難地図の策定への支援などの対策も講じておるところでございます。 また昨年、全市民の移住状況を毎年調査するとともに市民一人一人が避難できる場所について周知することとしているところでございますこのことを踏まえまして地震、津波防災、まちづくりの目的と対策についてご説明申し上げます。 現在、矢印市では市民の安全で確実な避難の確保のみならず、地震、津波に強い地域づくりを進めるために、津波防災地域づくり法に基づきます推進計画を作成すべく、国、県の皆さんのご協力を賜るところで、策定作業を進めているところでございます。目的としまして、1に市民の命を守ること、次に財産を守ること。 えー、そして産業の継続性を維持するために生産活動を守ることが必要不可欠,不可欠と考えているところでございますこれらに対する喫緊の対策として 6, も6項目を挙げさせていただいておるところでございます1つ目が津波避難の空白域の解消2つ目に堤防の補強および堤防と一体となった道路整備 3つ目に焼津港への津波防止水門の設置また4番目に木造住宅の耐震化の促進5番目には津波被害を踏まえてました土地利用の規制の緩和そして6番目に災害に強いラウンドアバウトの事業の推進でございます初めに津波避難空白地域の解消でございますが 津波避難場所の確保としましては先ほども申し上げましたがいまだに津波避難空白地域は解消はされておりません現在もこれまでの取り組みに加え防災広場の整備を進めるとともに津波,、えー、津波避難シェルターや救助艇などの設置に対する補助等についても検討を進めているところでございます。 次に堤防の補強および堤防と一体となった道路整備でございますが季節の堤防の補強や大井川港へ、橋壁の設置および海岸沿いに計画されております都市計画道路を堤防と一体となった盛戸土構造で築造し津波を防御できれば背後地に位置する市街地を守ることができると考えておりますこの実現に向けご協力をお願いをするものでございます 次に、八重洲港への津波防止水門の設置でございます。私はこの日本地の漁港、八重洲港、この港を守らずして、日本はどこの港を守るのかという思いでございます。 河口に水門を設置することで津波から漁港全体並びに背後地の住家を守ることができるとともに水産加工を含む水産業を中心とした経済活動の継続性が保たれますこの設置については国の絶大なる支援をいただきますようお願い申し上げるところでございます次に木造住宅の耐震化の促進についてでございます 耐震性に劣る木造住宅は、東海によります、圧死の危険性とともに、避難路の閉塞によります、迅速な避難の阻害要因となることから、矢路市ではプロジェクト東海ゼロ総合支援事業を県とともに進めておりまして、平成27年度までに90%の耐震化率を目標にしているところでございます。現在の耐震化率は、市内全域約83%になっておるところでございます。 耐震性に劣る木造住宅はじ津市内約8000棟あることから啓発活動による耐震化の向上に努めているところでありますが費用の面で耐震化は難しいという声が多く聞かれていることから補助額の上乗せなどを願うものでございます次に被害津波被害を踏まえました土地利用の規制緩和についてでございます海抜10メートル以上の荷重地面積のほとんどは農用地の区域で 現状状では農法にによる規制がが厳しく建物の移転が困難な状況にございますこのため津波浸水区域以外の標高が比較,的比較的高い地域に住宅や事業用地を確保できるよう農林法に基づきます農用,農用地区域の除外の緩和が図れるよう土地利用規制の緩和を願うものでございます。 最後に災害に強いラウンドアバウト事業の推進でございます災害時には停電等によりまして信号機の使用が困難となることから信号機に頼らず安全で円滑な通行の確保を図るために社会実験の準備を開始したところでもございます今後は地域の実情に合わせた応じたハードソフトの 多重防御によります様々な施策を実現し、早期に安全宣言ができるよう、市長として進めていきたいと考えておりますので、南海トラフ地震防災対策の推進に関する特別措置を早期に可決していただくよう、委、えー、員閣議のご理解とご協力をお願いを申し上げたいと思います。えー、先ほど田中先生からもありましたが、あ一つの自治体では、 あ同じ海岸線を有している静岡県、まあ、伊豆半島またあ駿河湾の御前崎あの伊東そして御前崎、えー、伊勢の演習などと、えー、対応が変わってきておりますがあ一市だけのお計画だけではあ全体のお 安心安全が取れないというふうにも考えておりますのでぜひ、えー、広範囲な連携ができるようにくじの指導をおこの場でお願いをするものでございます、えー、以上皆様のご理解といろいろな形のご指導を重ねてお願い申し上げまして私のお意見とさせていただきますありがとうございましたありがとうございました以上で参考人からの意見の聴取は終わりました これより参考人に対する質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。なお、失礼します。質疑は着席のまま行っていただいて結構でございます。はい、委員長。高野幸次郎君。はい。 座ったたまままで失礼いしますあの。高知県選出で今年の7月に参議,議参議院議員にならさせていただきました、あ高野次郎と申します。実は私、あの3年前にも参議院議員選挙に出まして落選をして3年間、浪人をしていました、あのそのときにあの東日本大震災が起きて、高知県にとっては対岸の火事ではなかったんです、あの映像を見たときに、次は私たちがこういうふうになっていくんだ。 非常に県民がですね、えー、重い悩み、苦しみ、そういった状況の中で。さまざまな支援を東日本にしてまいりました。高知県だけではないと思うんですが、特にそういった気持ちの面では強い県民性がございます。私も、お、三月の十一日に発生をして。その二週間後の三月二十六日から、単独で被災地であります。宮城県、そして岩手県を中心に。約三ヶ月滞在をして、行政関係者や政治関係者。そして一番は、住民の皆さんとですね、一緒に生活をしながら。実際。 被災地はどういった状況なのか いうこととをですねずっと体感をしてまいいいいいりまままましたたたたそういった体験も踏まえててぜひご質問をさせていただきたいと思います、ま、ず6月の6日に自民党と公明党が共同提案で出していただきました南海トラフ巨大地震特措法、そして与野党問わずこの成立に向けて、先輩方が進めてきていただきましたことを、高知県人として本当に深く熱く感謝を申し上げます、一日も早い成立をぜひよろしくお願いを申し上げます。 それではあの質問をさせていただきたいと思います、これはあのまずその高知県の状況をちょっと述べさせていただきたいと思うんですが、今回の,その南海トラフ巨大地震のいわゆる中央防災会議、内閣府の被害想定では、32万3千人の国民が亡くなることが想定をされている、そういった状況でございます、その中で高知県民はなんと4万9千人でございます。 人口は76万人しかいません、4万9千人が亡くなると想定をされております、これはいろんな原因があるんですが、例えば高知県、四国が扇形であって、震源地が近いということもあって、津波をもろにかぶるといったところもあります、そして海岸線の延長が713キロもあります、そしてさらには森林面積、県土に占める森林面積は84%、つまりほとんど平地がない。 そういった状況もございますそしていくら努力をしてもこれから高知県野尾崎知事中心に市町村長さん皆さんがしっかりと連携をして特措法が成立をした後に事前の防災・減災対策を住民の皆さんと徹底をしていきますがそれでも四万九千人から一千八百人までその死者数を少なくしていこうそして限りなくゼロにしていこうという動きでやっておりますちなみに、えー、津波の浸水面積 これはヘクタールで申し上げさせていただきますが1910ヘクタールでございますこれは2番目のお三重県が580ヘクタール静岡県が550ヘクタールもう本当にいい想像を絶するう津波でございますそして、えー、よくですね、えー、34メートルの津波が高知県の黒潮町に来るんだそればっかりピックアップされておりますが実は黒潮町だけではなくてですね実は30メートル以上が2社あります 土佐清水市、中浜万次郎、ジョン万次郎の出身地でございます。そして20メートル以上は奈良市町村もあります。そして10メートル以上は八町村もあります。こういった想定する被害に対して、高知県民は災害に負けません。津波に屈さない。そういった思いで取り組んでいきたいというふうにお話を申し上げたいと思います。 今回の南海トラフ特捜の中身、非常にありがたいものばっかりでございます、今日はもうあえて、その詳細は皆さんが一番ご存じだと思いますので、私からは述べさせていただきませんが、その中央防災会議の委員でもあって、そして津波対策、津波避難対策検討ワーキンググループの主査であって、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの副主査である田中先生、お越しでございますので、もしものことを言ってはだめなんですが、 あの東日本大震災、例えばですね東日本大震災特別措置を、それがですね事前に成立をされて、何らかの対応がもっとですね国が責任を持ってやっていれば被害は相当減っていたというふうに思っています、これはもうこんなことを話してもしょうがない話でございますが、そういった観点も踏まえて、ですねこの南海トラフ巨大地震対策特別措置を、これについて、ですねその評価を。 お伺いをしたい反対に足りない部分なんかもおご指摘をいただきたいと思っておりますよろしくお願いします田中参考人どうも不慣れなもので申し訳ございませんあの、えー、ご,質ご質問いただきましたことは御礼申し上げます大変難しい質問だと思いますけれども、えー、っと東日本大震災の特別措置法というものが後から 被害の状態に対してできていただったら相当変わっていたかもしれないと思いますで、ただし当時の防災の現状から見るとおそらくできていたとしても宮城県沖30年以内に99.9%と言われてた宮城県沖地震100年に一遍の沖合連動型があやはり一つのお範疇になってしまったのではないかという気がいたしますで、そういう面では3.11のお 大きなやはり我々が認識しとかなきゃいけないのはやはり、まあ、科学世界でもやはり想定を超えてしまった外力だったということでそれからもう一つはそのマグニチュード9という巨大なエネルギーに比べと建物への被害というのは相対的ですけれども、まあ、少なかったというところがあるんだと思います。 でそういう面では、南海地震の巨大地震というのは、ある意味、阪神・淡路大震災が来た後に、東日本大震災の津波が来るという、非常にシリアスなものだというふうに理解をしています、でそういう面でおあの、一つはやはりかなり難しい点もあったと思うんですが、少なくともですね、宮城県の小中学校の耐震化率は、あ日本の中でもトップクラスにありました。 でこのことが避難所あるいはその学校管理課の子供たちの被災というのを減らしたということがありますのでやはりこういう部分では必ず特措法というものが有効であるということを期待していますで同時にやはり復旧に関してはもう少しあの多くの方は本当に一生懸命やられたんですけれどもその一生懸命やった部分で解決できなかった問題をやはりきちんと評価をしていただくことで難解特措法というものにかなり有効に 結びつくのではないかという期待をしているということでございます。ご回答になったかどうかわかりませんけれども、以上でございます。はい、ありがとうございます。高野幸次郎君、はい。ありがとうございました。 続きましてその同様の質問をぜひ、焼津市長にもさせていただきたいんです、あの全国的にも先進的な防災・減災対策事業を進めておられるようでございます、私も資料をしっかり読まさせていただきましたけど、素晴らしい対策を市長のリーダーシップのもとにやられていると実感をいたしております。そこででで私があの3ヶ月間被災地で滞在する上で 様々なあの首長さん、いわゆる市長さんとですね、えー、何回も数度にわたって意見交換会をさせていただきましたあ中には宮城県の村井知事にその話をお願いをしたりとか自民党の国会議員の先生方にお願いをしたりとかそういった調整役もさせていただいておりましたでそういうときに実は一番感じたのがああいった最悪の場合,場合誰が一番やはりしっかりしていかなければならないのか。国がが混乱をしている状況の中で誰が一番、 しっかりしていかりいなななければならないのか私は正直、首長だというふうふに思ったんです、これは避難勧告であったり避難指示であったり、そしてその後の救援、救助、そして救援物資、そして仮設住宅への移行、そして固定資産税や住民税の免税、がれの撤去国は、国がいつまでも指示を出しませんから、市長判断でやらなければもう支援物資も入ってこない。そういった状況が ございましたしかし、その中で私が感じたのは、ではどういう首長がそういうときに力が発揮できるのか、これは能力ももちろんでございます、でも一番大事なのは、地域のことをどれだけ知っているのか、これがやっぱり一番私は大事だと思います、もう一つは地域の皆さんにどれだけ信頼をされているかということだと思います、どれだけ協力体制が築けるかということだというふうふに思っております。田中参考人市長の経歴を見させていたただきましたら あ失礼しまし,た中野さん失礼しました。中野市長の経歴を見させていただきましたら、市議会議員をなされまして、県議会議員をされて、そして首長になられて、防災・減災対策を進めておられます、そういったことも踏まえまして、この南海トラフ巨大地震特措法に対しての評価、そして期待、さらにこういうふうにしてほしい、いったようなことがありましたら、ぜひ教えてください。委員長中野参考人、はい、あの経歴まままで調べていいただきました誠にありがとうございます。 あの私が思うにはあの、情報の量がどれだけ各市町村に降りるかということが非常に大きなポイントだというふうに考えているところでございます。えー、そしてあの専門家が結局、えー、各地方自治体には 不足といいいうかいない場合があります、まあ。ここにいらっしゃる先生方にも、でもあの、組長をやられた方が多いと聞いております。えー、避難勧告、避難指示も含めまして、大島の例ではございませんが、あどのような形で、えー、どこで出すかということがあの、まああ、初動体制で一番感じたと考えていますが、その情報、そしてその分析をする力、 というのをぜひ、えー、国の力を改めてあのお借りするう形また県との連動が必要なのでその辺を強く お願いをしたいというふうに考えているところでございます。もちろん先ほど先生おっしゃるように、一番組長が大事だということで、信頼される市長になることが一番重要かとは思いますが、それ以上に情報をたくさんいただくということで、もうレーダーでどこへどうなるかということがわかる時代でもございますし、その辺の情報を国の大きな情報の中で活用しながらやっていきたいというふうにも考えているところでございます。 えまた、あの、えぇ、地方防災会議の分科会でも申し上げましたが、あのー、国、県で、県でも、被害想定が公表されたわけですが、あマスコミの誘導ではありませんが、被害、被害ということで、えー、高知県と同様、静岡県も10万人以上死ぬということで、死ぬ、死ぬということを言われております、えー。もう静岡県には嫁っ子にもやれないよというふうに、あの、他の県からも言われているところでございまして、えー 被害を想定をされて、その対策を、まあ、こういう,う大きな法律の中で対策を作,作っていただく中で、その後の減災の、そのやっていったら最終的にこうなるんだということを、す、え、べ、ー、てセットの上の中での こうなれば、例えば高知県はここまで安心だ、静岡県はここまで安心になっているということを踏まえた上でのえ国の情報発信も、これからはお願いをしたいなというふうに思っているところでございます。あの回答になってないかもしれませんが、これからもご指導よろしくお願い申し上げたいと思います。委員長。高野幸次郎君。田中参考人にもう一つだけ、えー、ご見解をお伺いをしたいと思います。先ほど申し上げました、この南海トラフ特措法、まあいろんな…ああ。 経緯を立てて、基本計画を立ててです、ね、そして推進地域を指定して、そしてその後に、 南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域、つまりも津波が来たらもうすぐ逃げ出さもい、もうそういった危険度が高いところは三分の二まで国が補助をして避難路であるとか避難ビルであるとか高台移転に対して補助を強めにしていきましょう、非常にありがたい法律でございます、これを内閣総理大臣が決定をするということでありますが、先生は中央防災会議のメンバーでもありますし、その基準がどこにあるのかということをお伺いをしたいんです。 地域の広さとか死者数、そういうことではなくてです、ね、それ以外に例えばあ対策、今、各市町村でやっているんですけど、その予算を切り詰めてです、ね、なるべく費用,費用対効果の高い事業をやっている市町村であるとかです、ね、住民の危機感が非常に強いところ、シンポジウム、セミナー、自主防災組織、防災カルテを取っている、そういったもう本当に危機感を持って、地域が一丸となって取り組んでいる地域。そして、えー まあそういった、なかなか物量的に計測できるものではないと思うんですが、そういった部分を基準の中にの神ができるものなのかどうなのか、神をすべきなのかどうなのか、といったようなことをお伺いをしたいです、はい、田中参考人、まあ。やはり一つですね、あのうん、誘導策として、頑張っているところを支援するということはありうるかもしれません。で ただ、えー、私たち日本の社会がこれから向かっていくというのはやはり少子高齢化の高齢化の部分でございます、でその高齢化の中でのおお本当に頑張れないところも出てくる可能性もある、でそういう面ではその誘導策とどうもう一つ、やはりその必要性というのでしょうか、えー、やはり避難の困難度。 みたいなものと両方合わせた形をやはりセットでお考えいただかないと本当に取り残されてしまう地域が出てしまうのではないかという気もいたします、えー、あのー、ぜひあのー、そういう広い目でご検討いただければと思います高野幸次郎君大変参考になりましたありがとうございました皆さんありがとうございました委員長 ナタニアマサヨシ君、はい、民主党のナタニアマサヨでございます今日は三人の参考人の方々本当に貴重なご意見ありがとうございました そこでですね、まず菅原参考人にお尋ねをしたいと思いますけれども、まあ、先ほど首都高速道路に対して念入りな、まあ、点検を行っていただいているということでありますけれども、本当にこの首都高速がですね、いざというときに果たすべく役割というのは大きいものがあります。そこでですね、この首都直下地震対策特別措置法案にですね、 どのようなことをさらに期待されているのか、まあ、あの副都知事というご経験もあるということを踏まえてです、ね、あのお話しいただけるとありがたいんですけども、よろしくお願いします。菅原参考人やはり国民のの方々生命財政を守るという意味で非常にあのこれは あの大事なです、ね、素晴らしいい法案だと思いますでただ、あのそのれについてはです、ね、あのコメントをするというよりもです、ね、やっぱり首都高としてはです、ね、やっぱり先ほどの繰り返しになりますけれども、利用される方々のです、ね、安全、安心の確保という観点からです、ね、やはりそのあより的確な点検と補修、そして、えー、これではカバーしきれない大規模更新、あるいはその地震防災ですね、これにです、ね、まずしっかりと取り組んでいく、これはの大事だというふうにあの思っております。 あの答えになってないかもしれませんけど中谷<上>正義君、はいえー、ありがとうございますあの大事なあ本当に人間で言えばもう大きな欠陥しっかりとですねあの完全なものにやっぱりみんな,みんなでしていかなきゃい,ばいけないというふうに思いますので国としても頑張るようにしていきたいと思います、えー、次に、えー、八重津市長中野参考人にお尋ねをしたいと思います え今日はあの、焼津市のさまざまなこの避難、あるいはこの災害時におけるさまざまなこの取り組みをお話をいただきましたで。その中で、この写真にもあったんですけれども、あのいわゆる災害時要援護者の避難っていう部分があるんですけれども、あのまあ、高齢者、障害者をはじめとしてですね、そういう方たちについて、 えー、ちょっとお話しいただけてなかったので、その辺について、もう少しお聞かせいただけたらと思います。委員長中野参考人あの高齢者や障害者などの、まあ、在宅の災害時要援護者の避難にあのことだと思いますが、八頭災害時要援護者あ避難支援計画を策定をしているところでございます。 その中で自主防災会や民生委員等の地域の住民の共助体制を作る中で支援をすることとなっているところでございます。そししてて入院患者等につきましては 施設管理者が対応としているところであの行政のやれる範囲というのが非常に大きいとは思っていませんので市民と共同となった体制、並びに要支援者がどこにいるかというのもあのカードを作らせていただいて毎年どのような形になっているのかまた近所でどういう方が支援するかというのを民生委員が今、把握をしているところでございます、それをあの市でバックアップする体制になっているところでございます。 中正義君はいいありがとうございましたえそこでですね、あのー、今度は田中参考人にお尋ねをしたいと思うんですが、あのー、実はあの東日本大震災でも、あの,、まあ、あの今日先生、お触れになりませんでしたけれども、先生の論文を見させていただ,あのいただきましたけれども、えー、いわゆるその、避難を自分がすれば、 命は助かったんだけれどもだけどやっぱり自分の使命として、えー、人々に避難避難をせようというそういう勧告をしなければならないそういう中にあってですねいわゆるその自分は逃げたらいいのかそれとも自分の使命を果たしたらいいのかというそういうふうなことがですねどうしても今後起こってくる可能性があります今の要援護者の避難のいわゆる付き添いというか案内ガードガイドにしてもですねやはりどうしてもそういった問題が 起こってくるんだろうな、というふうに思います。で、もし自分の命をということで、先に逃げたときにですね、自分の命は助かったものの、しかし、えー、やはり自分が、あ皆さんに、 警告を出さな、出せなかったために、ええー、多くの方が亡くなったということに対するですね、ざまな心のこの傷を負うというようなことがある。あるいは、マスコミ等からも責められてしまうというようなことがですね、どうしてもこう、起こるのではないかというふうにあるんですね。で、まあ、あのー、 こうしたことに対して、ですね、やっぱり社会的理解が形成される必要がですね、やはりあるのではないかというふうに思うんですけれども、田中参考人、もしお考えありましたら、お聞かせいただきたいと思います。田中参考人。どうも、ご質問ありがとうございました。えー、っと、やはり災害時応援護者問題というのは、今後の日本だけではなく、実はハリケーン、アンドリューやカトリーナです、ね、のあとのアメリカでも大変大きな問題になっている点であります。 そういう面では今の,あのご質問大変あの重要なポイントだと思っておりますでやはりあの一つ私た,ち私たち研究者が避難ということを考えていたわけですが実は避難をするかしないかというのは実は現場で生活をしていらっしゃる方々から見るとこれは間違っていた家族の命を助けなきゃいけない仕事をしなければいけない避難をしなければいけないという。まあ 四択五択の一つでしかなかったということがやはり私の大変大きな実績の念になっていますでそういう面で見ますとやはりその実はその東日本大震災の後を受けて太郎町元の太郎町のお参考に消防庁が消防団の撤退ルールというのを明記するように訴えました。でただしそれはあの2つが 補足部はセットになっったたものだったんですねなぜかというと消防団はマインドのある人たちですから助けに行っちゃうんですよねなので、えー、実はあなたたちが率先避難者になるということが避難を呼び込むんだというその率先避難者というものとセットにしないと絶対に消防団動かないというところがございましたそれからあのもう一つはですね今まさに先生ご指摘の通りこうなったらもう助けに行けないよということ このこととセットにならざるを得なくなってくるで実は昭和三陸の後で小学校と神社は高台に移転してるんですねでしたがって今回実は結構それが避難地として機能してるところがございます3.11の教訓を正しく受け難解に結びつけるためにはやはり災害時要援護者を小中小学校中学校に加えて やはり要援護者施設というものをセットで考えないと、やはり撤退ルールだけではいかないのではないかって気がいたします。ぜひ、あの、ご協力をお願いしたいというふうに思っております。はい、委員長。中宮雅義君、はい。あの、今のお話は非常に、本当に難しい問題だろうというふうに思います。あの、よく先生のご提言の中にも、あるいは、あの、防災担当大臣なんかもよく言われるんですが。こうした、災,災害に対して。 自助、共助、公助、こうしたものがうまくミックスして、ですね初めて命と、それから財産が守られるとよく話があるわけでありますけれども、えー、まあその自助ということでいえばですね、まあ、あの今回東日本大震災では、相当津波対策の避難訓練とかも行われていたようではありますけれども、まだまだこれが日本全国に波及しているわけではなく、と特にまあ今、広域っていうお話を今日いただきましたけれども、南海トラフ、 あるいは首都直下型、まあ、それぞれちょっと性質が違うものになりますけれども、こうした中で,です、ね、この防災教育の具体的な方法についてです、ねあの、もしご示唆いただければ、田中参考人、お願いしたいと思うんですけれども、田中参考人えっとあの。実は先ほど、あの冒頭に高野先生の方からあのご説明ありましたけれども、実は内閣府で津波避難ワーキングというものをやらせていただきました。 でその中で実は防災教育といわれても何十年も経っていて実効が上がっていない、じゃあ防災教育をの重要性を指摘するだけではこのホックじゃだめだというので、群馬大学の片田先生もそこの場にいらっしゃったんですが、かなり突っ込んだ議論をさせていただきました。で一番大きな問題は、は、えー、教育というのもやはり、 何をどういうカリキュラムでどういう指導方針のもとでやっていくのかということがないんですねでそういう面では個々の先生方の個々のご,あのご努力でやっているというのは現実だというふうに思っていますでそういう面ではあの釜石の奇跡と呼ばれたものはある意味非常にそこが連続的にできていた7年間やり続けたというのはやっぱりすごいことだと思うんですが えー、そういう意味で言いますと、実はその津波ワーキングの中で、えー、一つ提言させていただいたのは、あのえー、教育課程に、教職課程に、えー、そういうその防災言論みたいなものを必修化しなさいと、でそのことによって、カリキュラムもできてくるし、素材もできてくるし、人材も育つ、というような提言をさせていただきました。 でえーまあ、それ以外にもいくつか出させていただいたんですけれども、まあ、やはりそういう具体的な形を取っていかないと、お難しいのではないかという気がいたしております、はい、あのお一つ、それでお答えさせていただきたいと思いますはいありがとうございます、あのーまあ、私あの、教育現場におりましたので、えー、横浜でやっていたときに、必ず毎月1回、避難訓練を行っていました。 でまあ、それはあの対地震対策、あるいはあ大雨の時台風の時それから学校が火事になった時そういうふうなさまざまなパターンで、今、横浜の場合、津波というのは、あまあ、海辺の学校じゃなかったので、その訓練はしていませんでしたけれども、もう今はそのことがです、ね、やはり当然必要になってくるだろうと、でもう一つはその竜巻ですよね、これもいつ起こってくるかわからない竜巻、こうしたことがまあ必要になってくるんだろうと。 いうふうに思います、まああの,今日のこの2法案、日本案に関してですねあの、あちこちちょっと飛んじゃって申し訳ないんですが、もう一度あの中野市長にお尋ねをしたいと思うんですけれども、これから審査を行うこの南海トラフ地震対策の法案ではです、ね、津波避難施設、そして津波避難路の整備について補助の仕組みがまあ設けられるとともに、 高台への集団移転にあたって、特例措置、財政上の支援等の仕組みが設けられるというふうになっているわけでありますけれども、焼津市において、ですねもう少しこの法案の成立によって、どのような効果が期待されるのか、あお聞かせいただけたらと思います中野参考人、はい、あの非常にありがたい、えー、法案で、避、まあ、難度の確保ということが、 えー、なかなかの進まないところもあります、それはじしも山間部がありまして、その山をまあ休憩者地の中でえどう作っていくかということも課題になっておりますし。 えー、またあの施設をどう,いう,ふうに作っていくかというのもあの結局財政的に八重洲市は一般う会計でも約440億円ほどの予算でございます。えー、そしてその中で、えー、都市整備費が約70億円を 計上をしているところでございますが、あの計画的に、えー、施設を作っていくということが、今の財政の計画の中では何かをやめてやっていかざるを得ないと。 だ非常に国のとのつながりの中で財政的な計画をしっかりここで立てていかないとあの計画はできても実際の事業化ができないということがあの非常に課題になっておりますので非常にあの今回のこの法律の成立ということが期待をされるところでございますただ一点、高台移転というのは今先生おっしゃっていましたがあの矢印が今、大崩れ海岸というところがあの先般の台風27号、28号の方で少しず ずれたところがございまして、あのそこの集落がございますがあそこをそれではあ赤く塗られて例えば先ほど言った1 0ートルの津波が来るということの前提としても、えー、彼らたちはそこからはあ動かないという形の方がまだまだあの。 多いいのが現状でございますだから現状どう守るかということを前提にしていいいい対策は練っていきたいなと自分は思っていますがあの単純に高台庭もじゃ堂々という、えー、ことではなくお墓があり自分の土地であるあの住民の気持ちというのを大切にしていきたいなというのは感じているところでございます、えー、答えになったかどうかわかりませんが以上でございます。 えーまあ、あの先に様々起こりましたこの災害をです、ね、しっかりと教訓にその教訓を生かして、今日お話しいただいた、参考人の皆様にお話しいただいたところも含めてです、ね、この南海,それから南海トラフ、それから首都直下型の大きな地震に対してです、ねあの、万全な体制で臨めるように、これから努力していくことをお誓い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。 西田誠君、えー、ありがとうございます公明党の西田誠でございます今日はお三方に大変お忙しい中、えー、貴重なご意見いただきましたありがとうございます私はまずお三方共通してご質問を申し上げたいと思います先ほど田中参考人からも少しお話がございましたが災害対策基本法ということについてお聞きしたいと思いますこれはさっきの東日本大震災でも その災害対策基本法の109条いわゆる緊急措置というものは取られませんでしたこの災害緊急事態緊急の必要がある場合において国会が閉会中またはあ衆議院が解散中かつ臨時会の招集あるいは参議院の緊急集会等を求めて その措置まず、いとまがないときは内閣はまあ政令を制定することができるということで1号から3号までのさまざまな市場規制、試験制限というべきものを想定しておりますしかし、東日本大震災ではこれは措置として発令をされませんでした国家がやってましたということが理由ですしかし今、議題になっておりますまあこの首都直下あるいは南海トラフということになりますとこれは大変な東日本大震災は まさにそういう災害でありますが、首都直下や南海トラフをもうそれに劣ることも、まさ、あ、ることも劣らないというぐらいの大変な影響がある災害に、万が一の場合はなってしまうわけであります、まあ、こうしたときに私の問題意識としては、この災害対策基本法の109条は改正をして、そしてこうした国会がたとえやっていたとしても、政府が緊急の事態でありますから、えー、政令を制定をして、そして、 市場のの規制制あるいいいは試験制限というのを行いしかしこの1 0条はうまくできていて4項の方にはその後いわゆる議会が拒否をできる議会拒否制度というべきものが。 ございまして、内閣が定めたこの政令について、議会として拒否もできるという手付けになっているわけでございますので、そうした改正をして、い,いざというときに、まさに法律を作っているいとまがない状態でありますからこそ、政府が、内閣が政令を制定して、必要な物資を供給制限するとか、あるいは価格統制をするとか、 そうしたことを行わなきゃならないのではないかという私自身の問題意識を持っておりますが、お三方それぞれ同じ私の問題意識あるいはこの災害対策基本法の109条の改正ということについてのご意見を伺いたいと思います。順番は西田、はい。それではあの菅原参考人からお願いしたいと思います。菅原参考人。はい、あのやはりですね、対案の難しいっていうかあの大事なあれだと思うんですね。あの例えばですね。 3.11というこういうことだったんですよ、首都高としてはです、ね、その緊急輸送路、緊急通,あの通行路になってますんでね、あの災害が起きた時には、脇のほうに寄るということになってるんですね、とももやっぱりなかなかですねあのやっぱり阪神、淡路のあれがあったんでしょうか、慌ててみんな降りち,ちゃってですね。 あの揺れが収まったときはもう滞留車両ないとこういう状態だったんですねやっぱりこういう例えばこういう事象を一つ見てもですねやっぱりその時にきちんとした対応をどう取るかってのが大事だと思うんですよでちょっと答えになっているか分かりませんけどもちょっとですね今,今のままだとやっぱりその天然バラバラの動きになっちゃいますんでねそれちょっとあの心配だなというふうに思ってますそれでは次に田中参考人お願いします田中参考人 えっとまあ、緊急事態宣言の下で、化学統制とモラトリアムと物資挑発だったでしょうか、あの制定されていると思います、で現実的にはモラトリアムは国際的なことを考えるとできるのかという問題も出てくると思うんですけれどもあの、付け加える必要があるのかどうかということで、えー、最大法に、えー、明記するのかどうかはややあの疑問もあるんですけれども、 先ほど申し上げたその道路警戒に伴う放置車両等の試験をどうするのかとでこれはやはり3.11でも若干問題になったところでございましたでそれから、地籍管理その後に地籍であの所有権を確,確認してそれからいろいろと計画を立てていかなきゃいけないんですが地籍が進んでいないとで特にあの伝統的な非常に昔からあります西本は複雑 まあ京都が一番複雑だと言われていますけれども、まあ、そういったような、やはりいくつか予見される試験問題って出てきていると思います、でそれについて、えー、最大法でやるかと言われると、これは先生方の方のご議論ではないかと思いますが、えー、もう少し個別法でやってもいいような気もいたしますけれども、そういう部分というのが、やはりかなり詰めた議論。えー まあ指摘されている分もございますので、えー、取り組んでいただければというふうに思っております続いて中野参考人お願いいたします中野参考人190が緊急措置のことを述べてあると思いますが各我々の市町村としては情報が非常に 分断されて判断がしにくいところなんで、えー、法律的なやつは先生方に、えー、まあ災害対策基本法を改正するのかまた個別法でやっていくのかというのは先生方にお向かれすることにしましても基本的にはその緊急事態の 中での、えー、対応をしっかり、えー、できる体制をあやっていただきたいと、そういうに情報の伝達を含めて、地、え、方、ー、自治体まで細かく、えー、たくさん来る体制を作っていただきたいということを希望するところでございます西田誠君、えー。ありがとうございます 今日はあの首都高の社長さん、また田中先生からも被災車両の排除についてお話がございましたのでえ道路のことでお聞きしたいと思います、まあ、首都高はまあ今おっしゃっていたように緊急走道路としてえ大変重要な役割を示して持っておりますがまあこの道路の警戒はどうしてやっていくのかということそして3.11の時もそうでしたけれども今度は3.11の東北ではなくて首都 直下地震ということを想定して、まあ、お聞きしたいわけでありますけれども、その道路の警戒とともに、えー、緊急走道路なん、今すでに、えー、そこを走っている車は外に出るわけですよね、ランプの外に。ちょっと一般道がものすごく混むというのは3.11もありました、えー、しかし今度、首都直下ということになると、そんな日ではないということになると思うんです、そういう、どういうシミュレーションをされているのか、ですね被災車両の排除、そして、 首都高が降りていった車が一般道に込み合ったときにどういうふうに整理していくのかあるいはその被災車両そのもの一般道のですねその被災車両をどこにプールしていくのか管理していくのか、えー、あるいは道路警戒するのがレッカー車とかそういう,う積載車とか必要になると思いますけれどもそういう手当を例えばレッカーのおー事業者の方々と何らかの協定を結んでその数は足りているのかどうかこういうこの具体的な その計画をどうお持ちになっているのかをぜひお聞かせいただきたいと思います菅原参考人あのまず、ですねセグンょっとあの申し上げたんですけれども、あの今どうなっているかというと、ですねまずその、えー、ホームページ等で,ですねあの大きな地震があったときには、です、ね、まずその緊急交通路、あるいはその緊急ウソロになっていますので、その通行を妨げないように、ですね右に寄るとか左に寄るとか、まず寄っていただくと、そして、えー、揺れが収まったときに、まあそのあ、パトロールカー、黄色いランドクルーザー。 あの一言、ね、よく走ってると思いますけれども、それがです、ね、安全を確認しながら降ろすと、こうなってます、でもしですねその、えー、大きな地震で車を置かれて、そのままあのなんうかおろお降りられる方もいるんですね、でそういう時にはですね今おっしゃったように、人を今も劣化して持ってます、それとその建設業者等とその連携を取りまして、ですね協定を結んで、劣化も手当てできるようになってるんですよ、それがその排除すると、こういうことになってます。ただあの,の時はちょっとそれがですね あの先ほどの繰り返しになりますけれども、あの阪神・淡路のあれはあったんでしょうかやっぱり慌ててみる降りちゃって、ですねちょっとそういうあの、えー、整理が十分じゃなかったんですね、ですからその辺はですねもうちょっとこれからあの研究しなきゃいけないと思います、じゃないと、この3 1一かなりその降りちゃって、ですね、まあ、渋滞が起きたというあれもありますのでね、その点は今、内閣府の地方防災会議でいろいろ検討しているようですから、その辺も踏まえて、ですねちょっと首都高としてもいろいろ策を考えなきゃいけない、こう思ってます。 委員長西田誠君、まあ、今の点ですけれども、今、あの国土強靭化推進室で,です、ね、45のリスクというものを具体的に挙げて、えー、一つに今の道路警戒の問題があるわけですね、でそこに専門的な人材が十分に育っていないという、そういうリスクが認識をされております、まあ、今の話ですと、被災車両の排除等については、かなり綿密なシミュレーションがされているんでしょうか、協定が十分足りているのかどうか。 とといううことに、もうちょっとよく聞こえなかったので、もう一度ご説明いただきたいことと、それから私が質問した中では、その被災した車両をですね、どうその管理をしていく、どこに管理していくのかと、そういう敷地なりがどこかに確保しているのか、あるいはそういう契約になっているのか、そういうところまでちょっとお聞かせいただきたいんですが、その点は、ですね、まずその、降りた車のプールをするところっていうんですかね、それはあの必ずしもまだ十分じゃないんですよ、はっきり申し上げて。 やっ首都高は公開していかないスペースもあります、そういうところも含めて、ですねどういうふうに廃場した、廃除,除という表現は、ね、よくないかもしれませんけれども、廃場した車をプールするのか、そ,れこそういうこともですね考えていかないといけないと思います委員長西田誠君そこはですから、計画を持って、まあ、もちろん御社だけでできることではないと思いますので、さまざまな行政機関とも連携して、想定をしておかないと、 あの3.1日の時も相当大変な混雑で、えー、混乱をしました、まあ、自転車がその分活躍したというのはあると思いますけれども、えー、もう一つ田中先生にお聞きをしたいと思います先ほどお話がございましたその被災した車両の試験制限の話でございますこれはやはり3.1日の時きも随分そういう話をお聞きしましたここは、まあ、あの先ほど再逮捕というよりも個別法なり あるいは民法なりなのかもしれませんが、まあ何か形をもって、その試験制限をしていくようなことを、うんまあ、何らかの法的措置を取るべきだというお考えなのでしょうか、もう一度少し詳しくお聞かせいただきたいと思います田中参考人。えっと、あのー、少なくともそこに、その点については、えー、きちんとした議論。 をしておく、まあ、それが法,法律が良いのか、個別法が良いのかそうがいいのか、それともお政令のレベルで良いのか、分からないところもございます、まあ、その辺のご判断はもうご専門の先生方にお任せしたいと思いますが、やはりそこの議論をしておかないといけないというふうふに思っています、で今、やはり先生がご指摘のとおりひ、被害想定とセットで計画が練られているわけですけれども、本当に具体的なオペレーションまで踏み込んでいるのかというところを、 次に問われると思いますので、その中で確実に浮かび上がってくる問題だと思いますので、やっぱり何らかの検討、決めが必要になってくるというふうに思っております。あともう一つは、ちょっと関連して申し上げますと、やはり重力に逆らう対策は、住民、国民周知が大変難しい、例えば津波避難で車を使わないというのは、全体合理的には正しいんですけれども、 住民感情としては合わないんですね、であの遠くまで行けますし、えー、寒くないですし、えー、じゃあの要援護車も運べるとで、そういう面では、本当に首都高等か幹線道路で、えー、左側に止めて、鍵を差しっぱなしにして逃げてくださいというのが良いのか、でこれは絵空ごとになる可能性があるんではないか。 お聞きいたしますので、本当にそのオペレーションをやるべきだという先生のご指摘はあの極めて大事なポイントだというふうに思っております。終わります。<laughs> <laughs> 柴田卓美君、えー。みんなの党の柴田卓です、えー。今日は三人の参考人の方から大変貴重なそれぞれ、えー、ご意見を頂戴しまして、あの感謝を申し上げたいと思います。 えー、まず最初にです、ね、あの菅原参考人にお聞きをしたいと思いますが、えー、先ほどもお話がありましたように今、ま、た質問にもございましたが、えーまあ、首都高で一旦まあ何かあればです、ねえー、そのいろんな多方面にわたって影響を及ぼすわけでありますし、まあ、緊急輸送路としても、えー、いざという時に使えないといったことになっては大変困るわけで。 まあそういう意味でも、このまあ大規模修繕、大規模更新等々というのは非常に重要なことなんだろうとえ認識をしますが、距離で言っても300キロとさっきおっしゃったかと思いますし、この更新をしても、その後もずっと位置管理をしていくというのは大変なあのことだろうと思っておりますが、そこで、そういったものをですね日々、この点検、補修していく上で、 えー、やはりこのいろんな最先端の技術を用いてです、ね、やっていくということが大事だと思いますが、とりわけ今、日常点検等をやっておられて、こういう技術があればいいなと思うものがあれば、教えていただきたいと思いますし、まあ、併せて、えー、そういうことをやっていく上での専門人材の育成というのは欠かせないと思いますが、もしそういう専門人材の育成とかです、ね、確保の計画等が終わりになれば、教えていただきたいと思います。す菅原参考人 まず、あの私もです、ね、現場は大事にする方ですから、行ってみました、点検の現場もですね、であのー、基本的には打音と言いますけどね、あのハンマーでこうやったりするんですね、するとあの、明らかにあのコンクリですの中に、ね、その隙間っていうんでしょう、それあるとあの、高くなるんですよ、例えば、こあのコンコンコンがキンキンキンになるとかね、そういう形でやってるんですが、今、先生おっしゃったように、ですね中にはなかなかの点検しづらいところもあるんですよ。 そううところどうやってるかというとですね胃カメラみたいなのがあるんですよ、こういうファイバースコースそういうのを突っ込んでいろいろ見るということをやってまして、ですねかなりそのいろんな状況に合ったような点検、手法はやってると思います、であの首都高はだいあの半分が本当に優れた、まあ社長というのもあるんですけど、技術者が多くて、ですねかなりの優れた技術もあるんですよ、でそでの大事なのは、その優れた技術を継承するとともにさらに発展させなきゃいけませんので、そういう観点からですね、今、 技術の継承発展、それについて力を入れているところです。ですから他にあのこういうものがあればっていうその大陸本願的なあれじゃなくて、あの社内でもですね十分に僕は力あると思うんで、それこれぜひですねもっとその活用したいと活用し育成したいと思ってます。はい、委員柴田匠君。はい、ええー、ありがとうございます。まあじゃあ今のところは十分今の能力とあるいは技術力で十分だという認識で、今特に新たなものをこう、えー、予定をしているわけじゃないということで。 ですよね確認ですが菅原参考人あのですねあの優れたあれがもっとあれば確かいいんですけやっぱり多力本願になっちゃいけないと思いますねまず首都高としては自分のところでできることをやるっていうその姿勢ですねこれでいきたいとそういうことでございます、はい、委員長柴田匠君はい、えー、ありがとうございました、えー、次にあのー、田中あ参考人にお伺いをしたいと思いますけれどもおこの。 まあ、南海トラフあるいは首都直下型地震が起きますとです、ね、いわゆるその太平洋ベルト地帯が、まあ、大変な大きな影響を受けるわけですで、えーまあ、いろんな経済的なあことが麻痺をするということが想定をされるわけで、まあ、そういう意味でも、まあ、先ほどお話しあったようにです、ねえー、その地域のみならず全国的にこう波及するもんところもあるんだろうとは思いますけれども、えー、その日本全体の うーんまあ、バックアップ機能を高めていくということからも、いわゆるその太平洋側がもし駄目になる、まひをするということになればです、ね、いわゆる代替ルートを日頃から確保していく、あるいは準備をする、またそのための訓練というものなどが物流を確保していくために必要なんだろうと思いますが、まあ、そういう意味では日本海側と代替ルートをこう確保、準備するということ、まあ、必要な考え方ではないかと思いますが、この点についてどのようなお考えでしょうか。 えっと委員長の指名を受けてから、<laughs> 田中参考人今ご指摘のとおり、やはり災害対策というのは、冗長性をどれだけ高められるかということですので、まあ、タルート化ということは極めて重要だと思っていますで。で、その時に、どのレベルで対策を取るか、打つか。 とということを考えたときにどうしてもやはり市場性というんでしょうか日常使用との掛け引きが出てまいりますで、えー、そういう面では比較的そのストックをするようなタイプはあかなりいろんなタルト化が可能だと思うんですけれども、えーまあ、流通在庫的な部分というのが、えー、どこまで、えー そこで市場に乗ってくるのかというところを議論も合わせてしておかないと、えー、訓練はするけれども日常使用はされないという,ようなことになってくるという危険性があると思っていますでそういう意味では多分、先生と問題認識は非常に近くてこの2つについてはかなり産業政策あるいは民、えー、事前対策にも、えー、民の力をお借りしないとできないというその スキームをどう作っていくのかというところではあの同じような発想をしていると思っておりますので、えー、ぜひあのまた進めていただければというふうに思っています委員長ありがとうございます、えー、次にもあの田中参考人にお聞きをしたいと思いますがあの田中参考人におかれたその今までもその防災科学技術委員会の専門委員,会専門委員でありますとか 地震調査研究推進部の専門員を務めていただいておるわけでありますが、まあ、そういうことからもです、ね、このまあ、今度はこの法案が今、審議をするわけですけれども、また東日本大震災を受けて、これからの日本の,その地震研究のあり方をどういうふうに変えていくべきか、あるいはその防災、もっと広く言うと防災科学のあり方をどういうふうにこれから改めていったらいい。 というようよなお考えがあれば教えていただければと思いますが田中私の立場はあ地震研究をしているわけではございませんのでどう国民に利用されるのかという観点であの今までも携わらせていただきましたでそういう前提で議論させていただきますが、えー、っとやはりそのお どういう,う地震、あるいは、えー、台風、あるいはその竜巻的議論もございましたけれども、えー、そういったものも含めて、えー、その現場の例えば中野会津市長のような立場の方、あるいは個々の住民の方々がどんな情報を使えるとどういうふうに反応できるのかというところ、そのニーズとそれから、科学的な可能性。 というその安動をどううまく結びつけていくのかとでそこを結びつけるためのやはり翻訳家が必要になってくるというふうに思っていますでそういう意味であのいろいろな方々がその専門家になりうると思うので、えーまあ、マスコミもそうだと思いますしまさにあの先生方というのはそういう制度、エドの翻訳家だと思いますのでそういうニーズをとそれから基礎研究 というものをどううまく結びつけるかということのおが防災への第一歩ではないかという気がしています。はい、委員長、柴田匠君。はい、えー、ありがとうございました。えー、次にあの中野参考人にお聞きをしたいと思いますけれども、あのまあ先ほど八重洲市の取り組み、えー、この地震津波対策のおご説明もありました。で、えー、大変。 あの意欲的にやっておられるということに敬意を表したいと思いますが、あのまあ、これから先、いわゆる地震、津波だけではなくて、いわゆる複合災害というのは、多分に考えられるわけでございます、まあ、同時に台風が来るかもしれませんし、焼、え、津、ーまあ、市、静岡県は富士山の、まあ、地元ということで,です、ね、1707年の宝永地震の後には、49日後には富士山が爆発していると。 大きな地震の後には火山活動も活発になるということも考えられるわけでそういったあの、まあ、火山、台風なども含めたそういう複合的な災害への対応というのは特に何か、えー、やっていらっしゃるんでしょうかあのもしあれば教えていただければと思います。<上>中野参考人、はいえー、まず八重洲市ととしてはあの小さな市なんで、えー、危機管理部というのを あの設けさせていただいて、仕事の体制をまずしっかりしていくということで、えー、連携も含めまして、組織の体制を新しくしたところでございますが、えー、地域の防災計画、また、事業継続計画、水防計画、えーまあ、災害に対応する計画を策定して、えーまあ、大規模災害も含めましての、えー、計画を、その中にすべて盛り込んで、今あ、計画をしているところでございます以上でございます。 はい、柴田匠君、まあ、その中に申し上げた複合あ災害の対応も含まれているということですね。というございますそれからですね、あのー、ちょっとご見解をお聞きをしたいと思いますのは、先ほど田中,先生のあ田中参考人の方からもお話がありましたが、えー、最後の田中参考人のお話の中で,です、ね、事、まあ、業単位の認定から一括交付金に変更することで、多様性、柔軟性を誘導というお話が ございましたが、まあこれについてはあの市長をやっておられる立場でですね、どのようなあのご見解をお持ちか、その方がやりやすいあるいはそれはやりにくいという,うお考えかお聞かせをいただければと思いますが。<上>中野参考人。あの何かあったときの、えー、のが単発的ではないと考えています。えー、まあ、津波もありまた火事もありいろいろな被災状況が。 現実起こっていますその中での対応策、また予防策というのも各地区によって全く対応が違ってきていますので、単純にこれに、これにということではなく、えーやっぱえー、全体を含めての、えー、対応をしていただくのが非常に地方自治体としてもありがたいと思いますので、ございます、はい、ありがとうございます。 柴田匠美君、はいえー、若干、ちょっと時間が余裕がありますので、もう一度戻ってすいませんが、菅原参考人にお聞きをしたいと思います、あのーまあ、一部私も、えー、拝見をした記憶があるんですが、その首都高のこれから、えー、いわゆる空中圏の問題ですが、まあ、いわゆる民間活力、民間の資金を活用して、ですねそういう大規模修繕と 大規模更新に当てて行こうということですが、これは今の進捗状況はどうなのか、あるいはその可能性、えー、またそのやり方についてのご見解が、えー、まあ進捗状況も合わせてお聞かせをいただければと思います。鈴、はい、原参考人、あのー、その点につき、まああの空中限と言ってますけど、要あの容積率の移転ですよね。であのそれにつきましてはですね、今その、えー、外山要求の中で国交省ですね、えー、その都市再生、都市徒歩の再生を 両方兼ね備えた形で、まあ、検討すべきであると、検討したいということが盛り込まれております、それに基づいて、ですね今国交省の方であで検討委員会だとか、ワーキンググループ、これはの、設置をしておりまして、ですねそれにあの我が社も、そしてそのと東京都も、国交省も入ってやっているところでございまして、これからの議論だと思います。わ、は、わ、い、かりりりまままししたたはいいこれで終わりますどううもありがとうございました田村智子君 日本共産党の田村智子です。よろししくお願い,いたしま,す、えー、まずですね、えー、中野参考人にお聞きをしたいと思いますあの、先ほど津波の対策についてですね、海岸はずっとこうつながっていると、しかし、えー、対策、それぞれの津波の対策というのは、それぞれの自治体ごとにこう作って進めていかなければならない。 それで良いのかという問題提起がされまして、私もあの、本当にその通りだなというあの、意見を持っています。あの、私が活動しています、えー、あの、地域の中には、あの、千葉県がありまして、この千葉のあの、暴走地域、特に九十九里の海岸の地域はですね、高台というものが見渡す限りないんです。高台に避難をと言われても、 それこそ車でこの10分以上かけてですね、走らない限りは、高台避難なんていうのはできない地域なんですね。しかも、あの、この間大きな津波っていうのはあまり、あの、そんなに被害がなかったっていうこともあ,あってか、あの、保育園や幼稚園とか、まあ、一般の民家もそうですけど、ほとんどが平屋建ての地域になってしまっていて、ここであの、人民の住民の皆さんの、えー、命を救うためにどんな対策が必要かということは、もう自治体の大きな 課題になっていて、い一時治体で解決をするのはこれはもう手に余るようなあの実は事態になっているんですね。 あの、津波島の見学に行ったり、その津波避難ビルの見学に行ったりもしてるんですけど、じゃあ九十九里のこの海岸のところに一体どれぐらいそれを建てたらいいんだっていう、あの、逆にその悩みになっていたりっていうこともありまして、そこでなんですけど、あの、本当にその人命を守るっていうことのために自治体が果たす津波対策ですね。もっと国がある意味このイニシアチブを持ったり、いろんな知恵も もちろん、予算もということが求められると思うんですけれども、具体にですね、その中野参考人がお感じになっている国としてもう少しこういうところで、えー、イニシアチブを発揮してほしいと思うことが具体にいくつかありましたら、お聞かせいいいたただきたいと思います。<上>中野参考人。はい 先生と同じで今まで海の恵みで生きてきた焼津市民でございますそれが海が非常に恐れ多いことになっているという現状を踏まえて海岸線は焼津は1 5 5キロでございますが指導岡県のブロックによっては違いますがある程度国で指針の中で今度の法律の中でも範囲を あの地域の指定というのがあございますがあそれはもちろんの地域を,を,を、えー、外しての大きな地域の指定にはなるというふうに考えて、まあ、県の方でそのが指定というふうになっているような形で理解はしていますがある程度それをあの科学的知見も踏まえて、えー、もしくは大きな範囲での、えー、こう指示というかあそれを。お 国の方で、えー、西ジャグチブを取って、えー、指定というかあのし指導をしていただきたいなというふうに思っているところでございますあの逆に焼津市としては焼津市の範囲にはいけないので焼津市の中でも、えー、若干違う範囲もあるんで各ブロック別に逆にして焼津市としてやれる範囲のブロック別の指定をしながら各 津波地域づくり、えー、計画をブロック別に計画を今立てているところでございますので、えー、ぜひそれを拡大して、えー、はめていただきたいなという,ふうに思っているところでございます。田村智子君、はい、あの大変 あの貴重な問題提起と言いますか、やっぱり地域それぞれの自治体はもっと厳密に細かくブロックの指定をしながらあの避難対策を取ると。だけど大きくやっぱり国が枠をかけて大きな計画を立てるっていうことがやっぱ必要だというご趣旨でよろしいでしょうか。中野参考人。はい、その通りでございます。田村智子君。はい、あの同じ質問で田中参考人にあのこのように悩みを抱えている自治体が多くてですね、高台避難が難しいような。 地域での津波の対策、どのようにしたらいいかということで、ちょっとご意見ございましたら、えー、お聞かせいただきたいなと思います田中人。えっとちょっと難しい問題にお答えする前に、やはりそのお市町村というのは非常に地域をよくご存知なので,、えー、で、また実は避難というのは、本当にその地域、地域で、ベストのものが変わってきてしまうということ。 そ、まあ、そういういい面ではそこはこ本当に市町村の力なんだと思っていますでただ、あのー、その単独市町村の中だけでは閉じられないという避難の難しさもあったりあるいはその河川を遡上してくるようなものあるいは同じ海岸線であればある程度同じような高さを作らなきゃいけないで、まあ、その海岸港湾に関しては今、あの全県。 単位歴史にかなり共通的になっていますけれども、そういうどちらかというと、えー、避難のオペレーションとか、その避難のオペレーションを考える上での前提のハザード情報みたいなものは、やはり国がきちっと出動するべきじゃないかというふうに思っていますで、避難の難しさというのは、やはり本当に難しいところがあ,あると思います、えー、九十九里浜も難しいですし、焼津さんも難しい、北海道の浜中さんも難しいというところだと思うんですね。 でその中で、えまずとりあえずできることからやはりやっていくしかない、すべ、えー、てを完全にクリアできるところまでなかなかいけないので、まずは一歩ずつ進んでいくしかないというふうに思っています、でそういう面では本当にあの、えー、バブルの塔のような津波避難タワーがいいのか、あもう少しこう道路の利用をうまく使うようなことも含めて検討すればいいのか。 ととといいうことが必要になってくると思いますでそういう選択メニューはやはり国がやはり指導的にお出しいただけると市町村はその中から選べるというところがあるのではないかという気はしています。はい 田村智子君ありがとうございますあの。もう一つ田中参考人にお聞きをしたいんですけれどもあの今度、首都圏直下にもちょっと関わることなんですがあの先ほど、まあ、それに関わらずだと思いますけれどもあのやはりあの地震の対策は事前被害の防止であり耐震化の推進が最終要だと。 これもその通りだなというふうにあの私も思っております。であのこのしかしですね、あのこれからあの審議にかかるその首都直下地震対策の法案はあの残念ながらですね、住宅や市街地の耐震化対策というのがあのほとんど何も盛り込まれていないあの法案でむしろあの首都中枢機能をどうするかというようなことが中心になっているような法案なんですね。であの本当はですね、やはり木造密集含めて なかなか進んでいないこの住宅の耐震化、市街地の耐震化、これをどうやったら進めていくことができるのか、何がその耐震化の促進の遅れの原因になっているのかということを、やはりあのもっと、えー、掘り下げて、ですね必要な支援策というのを立てていくことが国の責務としても求められていると思うんですけどその点のご意見をお聞かせいただきたいと思います。田中参考人 えっとこの耐震化の促進というのはこれも先ほどの防災教育と同じに非常に難しい問題だと認識していますでなぜかというとお実はそのお木造密集地域というのはあ好んで住んでらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます、えー、でもやはり家賃的な、えー、制約から住んでらっしゃる方もいらっしゃるということで、えー、やはり経済的な誘導は難しい部分があるということも事実だと思いますで、えー まあそういうい面では、実はその建築基準法が既存不適格に訴求しないという対策方針をとっていますのでそこを突破してなかなかやるというのは難しいのであとは誘導策しかなくなってくるということになると思いますでそうなると実は非常にあの考えなきゃいけないのは個々の世帯が耐震化を判断するとコストが大きくなってしまう。 えー、つまり、その工事期間中移転をしてそこで移転費用をしなきゃいけないという,ようなこともあるので、えー、そのもう少しその地域全体としてのお空き家をうまく順々に使って進めていくとかですねやはりそういうようなああ個別から地域へという転換を少し図っていかないと難しいのではないかという気がいたします。 津波の避難をするスタートは家が壊れないということですし家が壊れなければ火災の出火,源出火数も減ります炎症数も減ります、やっぱ全てに絡んでくるということなのでこれはあの我々研究者もかなり今真剣に議論をしているところではありますのでまたいろいろとあの知恵を拝借できればと思います。田村智子君 あの続けて田中さん、これにすみません何度も申し訳ないんですけどが今の問題では例えばあの東京都の墨田区の白髭の地区なんかはあのちょっと時間をかけて地域の皆さんが本当に入った協議会を開いていかにして木造密集を解決していくかそれであの、えー、東京都も都営アパートの,その改築などそういう住民協議の中で耐震化を進める木造密集を解消するという考え方の中で開発を行った。 ところが、そのが後に続かずにです、ね、そういうあの東京都も加わり公的な仕組みも作り、住民参加でっていう協議会が、あのこれがその後は作れられなくなって、むしろあの民間主導型で大規模開発をしてしまうと。 そうするとあの地上げに対してその嫌だとこう残る方がいらっしゃると逆にそれが進まないという圧力を生んだりという問題があるんですねそうすして、長い目で見ればあんまり長く見てられないという側面があるんですけれども、しかし、やはり住民参加型の協議会をやはりあの急いでこう作っていくような。 であの住民の合意を得ながら、木造密集をこう何とかしてこう解消していく方向というところに努力をすることが、結果としては近道になるのではないだろうかというふうにも、あの東京都の経験を見ると、えー、感じたりもするんですけど、その点でのご意見もいただければと思います田中参、えっと私自身はあの都市計画の専門家ではないので、えー、評価は難しいところがございます、率直に言うとそう思いますけれども。 あのやはり基本は住民合意を取らざるを得ないというところが難しいところだというふうに思っていますで、えー、特に都市部の場合はその辺の住民合意を取るという作業があ、えーまあ、三大都市圏みんなそれぞれ難しいということでそういう面ではどちらかというと あのそれと同時に建て替ええー、賃貸の、えー、借り替えというその時点でどう対策をうまく進めていくのかというところをぜひ、えー、ご検討いただければいいかなというふうに思っています、えー、例えばその不動産の重要事項説明のようなものにハザードマップ情報を入れるとかですね、えー、そういうことで、えー、その時点のタイミングで進めていくということも議論をいただければというふうに思っています 田村智子君、ありがとうございました。ではあの菅原参考人にお聞きをいたします。あの先ほど、えー、首都直下への備えとしてのあの高速道路等々のそのほ補給耐震化。 これが非常に重要だだととその通りだと思いますであのこれはどこかで出ている資料であるかもしれないんですけれども改めてお聞きをしたいんですけれどもそういうですね、えー、耐震補強や、えーまあ、あの大きな地震震、度7が来ても崩れないような高速道路ということを進めていくための,その予算としてはどれぐらいの,この株式会社としては、えー、見込みをしていらっしゃってその財源を どのように手当てするのかということの検討というのはどうなっているかこの日間にぜひお聞かせをいただきたいと思います。澤<上>原参考人。はい、あのこれはですね今おっしゃった先生おっしゃった問題はですね非常に難しいと思うんですね。あのというのはこれは常にあのあれですね、えー、なんつうかな投資なんつうかな月維新が立つことにまた老朽化が進んでいくわけです。ですからいくらあればってあれじゃなかなかないと思うんですよ。これ難しいと思いますね。であのやっぱりですねまずあの 一番大事なことは、やっぱりその、えー、基本的にはあの先ほど冒頭申し上げましたように、日常的な点検ですね、点検をし、報酬をする、それで、えー、カバーしきれないものについてはその大規模更新、こういうことになるんですけれども、その中でね、あのやっぱり、えー、きちんと、まあ、精査をしてせあの積み上げるということになると思いますですからか、いくらあればってあの最初、答えはですねなかなか難しいと思いますね。はい、<laughs> 田村智子君 そうなそうなかなかあれですね。例えばあのこの東京で言えばあの東京外環自動車道に大,大変多額のお金をえ使うけれども、まあ、ほとんど国直轄でこれは作ることになると予算的にはですね。でそう考えるとそのなかなかそのどれぐらいの規模になるか分からなくてじゃあその、どれぐらいをその首都高自身として用意ができてえ国としてもしその支援が必要だとしたらどれぐらいというのはこれなかなか難しいということになっちゃうんでしょうか。 はい、菅原参考人これはなかなか難しいですね、であのやっぱりですねあの先生ご案内のように、ですねその今のスキームというのは、です、ね、あの一言言いますと、大体2500億ぐらい、あの料金所にあるんですよ、その中で、えー、管理費を除いて、ですね残りはその、えー、リース料として、機構に払うわけですよ、で機構が過去の,その返済いますと、こういうことになってますので、なかなかその財源的なあれは難しいんですね。でですすからそそそれはのの都度ですねやっぱりその えー、国なり、えー、地元、えー、自治体なりですね、まあ、協議をして決めるということになると思います田村智子君あの最後一点だけなんですけどあの、えー、首都直下が起きた時にあの帰宅困難者をどうするかということが一つ大きな問題になると思うんですけれどもあの今、建設しようとしている東京外環、えー、大震度の地下40メートルという道路はそういう場合に使える道路だと考えていいのかどうか。 地震が起きた直後に、ですねまあいろんな点検は必要かとは思いますけれども、あの帰宅困難になったような方が使える道路という想定なのかどうかだけお聞かせください菅原参考人あの外観道は、ですね先生ご案内に、にこれはあの、の首都高の仕事じゃないんです、ええ、ちょっと答えらんですすね、うん、はいいい以上でいいです、はい、室井邦彦君。えー一新の会の 室井国彦でございますえ、私最後でありますのでもうしばらくお付き合いをお願いしたいと思います後先になりましたけれどもあの参考人の皆様方には大変お忙しい中党委員会にお時間いただきまして本当にありがとうございますえー、っと七番目ということでまた同じような質問の繰り返しに重なることがございますえー、最初に、えー、中野 市長さんからあお尋ねをしたいと、まあ、教えていただきたいと言えばいいのか、あご質問したいんですけれども、おいわゆるそのお近隣の自治体とこう連携がうまくいくところとです、ね、なかなか連携が進まないという課題があったりすると思うんですけれどもね。 何が連携のこう、まあ、ハードルが高いのか、あ取りにくい問題があ,あるのか、ですねあればあ教えていただきたいんですけれども、<上>中野参考人、えー、地域間で、えー、災害対策も競争をしています、えー、その競争が逆目に出ると、えー、うちはこっちをこうやってる、こうやってると、それがあ課題であり、問題であると。 できれば、九時の方で、ここの部分は。あ、しっかり同じこういうな形でやっていくべきという、えー、指導がしていただけると。その競争はそれに、順次で行っていくわけで、あのー、なくなるかなという形が、あ、しております。以上です。県境境は別としてね。村井君。はい。あ、院長、すみません。はい、はい。村,村井国彦君。村井君に被告。いししはい。失礼いたしました。えー。 それではあのー、菅原 <laughs> 参考によろしくお願いいたします。あのー、まあ私もこの災害特の委員会に入れていただいてよかったなと思っているんです。<laughs> というのは再三申し上げてますように阪神淡路大震災のまあ最初と言いますか、もうあの恐ろしさはですね。この三日前も東京で えー、地震がありましたよね、震度4だったかな、あの麹町の巨大な議員宿舎が、です、ね、やはりぶらーっとこう揺れたときに、一瞬、体が固まりました、うん、やえらいもので、体が覚えてるんですよね、そういう揺れが、まあ、そういう,う体験をしておるんですが、まあ、さにこれはドラマチックというと、まあ、失礼な表現になるんですけども、東京オリンピックの初めての。 39年に、えー、皆さん方がですねもういわゆる高度成長の時代でもう首都高の高速道路というのはもう社会も全てもあそこにも注目をしてもういけいけどんどんで応援をいたしまして、えー、参考人からもお話ありましたように土地のバイス中に時間をかけてられないということで川,川とか運河に支柱をですねどんどん建てだからカーブが曲線が多いというような、まあ、道路になっているんだと。 まあいいような、読ませていただいて、なるほどなと、それはそれでまあやむを得ないことだったんだろうな、今度はまあ2020年、東京オリンピックがまた開催されると、そういう中で時間がない、そしてまたこの直下、どの直下自身のですね対応も取らなくちゃいけない、その時に、あの巨大な支柱が、 阪神高速道路43号線の、まあ、折れ曲がったという、ですね倒れたという、その自然のパワーという凄さというのは、まあ、経験して、この目で見た人間でないと分からないと思うんですけれども、これ、首都高がその直下型地震に直面したときに、まあその、まさに想像ができるんですよね、私は。うん、耐えきれないというふうに思います。し、ま、し、あ、しかし対応していくためには 国家プロジェクトとして、ですねその特にその財源の確保のこう議論が少しこう取り残されているのは看感するんですが、今、あの少しあの重複するかと思うんですけれども、その点、えー、私はまあ国家プロジェクトと組んで進めていかないと、到底、これは。 間に合わないというか、ですねいつ直下地震が来るか分からない状況で、えその点、どういうふうに今、思われれまますすか考えておら菅原参考人。はいあのー、冒頭、ですねご説明申し上げましたように、あのー、そもそもスタート時は、ですね大正十二年の,あの関東大震災エ来のあれになってるんですね、でその後、あのー、今、先生おっしゃったような、阪神・淡路のあれがありまして、ですねそれを契機にして、例えば、その橋脚。この 柱ありまそすれす、ね、巻き立て広報って言ってますけど、広半の巻いたり、ですねその教訓に関してはもう補強してるんです、ですから、過去の地震に対してはです、ねまあ、そんな大きななんてうんですか、損傷というかな、そういうふにはならないというふうに思ってますけれども、ただ、首都直下に,につきましては、ですね東日本の経験を踏まえて、今、防災会議のほうでいろいろ見直しをされてると思います。 市街も含めてです,、ね、ですから、それを待って、それを見て、ですねさらに必要な補険があれば、やっていきたいと、こう思っています阪神・淡路大震災の時はあのそは、鉄柱というんですか、えー、と橋脚、これにあの鉄板をまいたんですよね、まあ、素人だからあよくわからないんですけれども、ああいう方法は効果はあるんでしょうかね。 菅原参考人。あの今申し上げましたが。あの効果あります。であのほとんどですね。七千本ぐらいかな。首都高全部橋脚もそれ巻いてますので。大丈夫だと思います。ただ、あの、えー、首都直下ですね。それについてちょっとあのまた新たなあれが出てくればですね。ちょっとさらに補強しなきゃいけない。思ってます。はい、ありがとう。ございます院長の指名を受けてからご発言ください。はい。ありがとう。<laughs> あ、そうか。村 <laughs> 井邦彦君。村 <laughs> 井邦彦。村井邦彦君。はい それではあの田中先生にですね、えー、お聞きをしたいと思います。あの予知できない大規模自然災害というのはあまあ我々にとって大きな脅威として襲いかかってくる。まああのまあフィリピンのちょっと話は変わりますけど,けどもあの。 90メートルですか、台風の、のフィリピンの,あの台風が中心、えー、風速というのは、すごいこう破壊力を、また日本の国にも間違いなくそういう大型、超大型台風が、まあ、襲ってくるとは言われておりますが、まあ、その異常気象現象によるこの竜巻や集中豪雨、そして大規模地震に、いわゆる直下型地震に伴う。 津波などのです、ね、防波堤防潮堤、まあ、ハザードマップ、まあ、先ほども出ておりましたが、避難対応、被害をこう最小限にとどめる、そういうまあ効果があると思うんですけれども、万能な対策はないようにまあ思うんですけれども、まあ、そこで、えー、優先して取り組む防災、減災とはまあ何か。 優先してそのその防災災害策としてです、ねえー、あるのか、ご所見があれば、対応を優先して対応できる減災防災があるのかどうか、お聞きをしたいんですけれども。田中参考人、えっと、まず一つですね、今あの、えー、いくつか例を挙げていただいたものの中で、えー、頻度。 どれぐらいの頻度で来るものなのかということをかなり厳密に分けなければいけないと思いますでその上で一定程度のものに対してはあのやはりそれなりの施設で対応しなければ国民生活に大変大きな失笑が出てきてしまうとで確かに3.11で海岸5岸が役に立たなかった 部分もありますけれどもまあそれによって救われた部分もありますしまたあ、それによって3.11のような津波でなければ救われる分たくさんあるわけですね、でそこはやはりまずベースに前提に置いてそこから先に足りない部分をどうしていくのかということになると思います。 えーまあ、そういう意味では、あのー、やはり頻度のおある程度の頻度までについて明確に定義をしておくということ、そ,そこまでは BYC も含め他のお政策課題と比較しながらきちんとやっぱり対策を取っていくということがやはり段階とか首都直下というのはそれだけではあできない部分があって。 でそこに関してはやはりオペレーションとか計画というものをかなり詰めていかなければいけないということになると思いますで、えー、その際にやはりあ,の、えー、ある特定の災害に引っ張られることなくどうしても大事な問題というのをどう見いだしていくのかということが、まあ、我々の仕事だと思いますが、えー、例えばその今本当に首都直下で えー、議論をしなければいけないとすると、まあ、先ほど、首都高でもお話がありましたがいわゆる非構造部材、天井落下問題というものをどれだけきちんと非破壊検査技術も含めてです、ね、我々、きちんとしてきし,していかなきゃいけないのかというような問題とか、えー、あるいは本当に帰宅困難者問題というのをどこまで植えておくのかと,かというその、えー、相手の 対策課題そのもののウエイト付けをやっぱりきちんとしていかなきゃいけないんじゃないかという気がしますおそらくこの天井が落ちますと我々野挫傷で死にますはいあの6メートル以上の天井高があって石膏ボードレスと野挫傷を起こしますでやっぱり一つ一つそういう目で見ていく必要が実はあってで、えー、やはりそういうような問題指摘を やはりわれわれもこれからしていきますので、ぜひ、あの汲み取って、すくい取っていっていただければというふうに思います。少なくとも防災に関しては万能の対策はありえないというふうには思っています村井邦彦君、はいあの。田中参考人が冒頭おっしゃっておられましたけれども、おまあ、さらにこの 阪神・淡路大震災でも先生がお書きになっておりますけれども、いわゆるその復興需要が発生をしたと、そして短期間に集中し、地元業者のキャパシティを超えたことから、その県外の企業に復興投資があ流出してしまったと、まあ、私、これ、質問じゃないんですけれども、当時、私も阪神・淡路大震災の時には県会議員をしておりまして、 たまたま警察上任院長をしておりましたで、国道2号線、43号線とか、南北の道路はみんなアウトでした、まあ、そういうところでそのいろいろと業者がですねその瓦礫を改修に、そして新しく新築工事をさらに来る通行証標兵庫県警を発行するんですね、その通行証が非常に価値があって。 ほとんどその被災地に入ってこれない、その通行証のある車に限って OK と、まあ、いうことになって、しまいに通行証1枚10万円とか、闇で印刷をしてです、ね、警察の菊のマークを偽装して、どんどん入ってくるんですね、で見ると、ほとんど県外のトラックや業者だったんですよね、まあ、先生がまさにここにこういうふうに書いておられる、まあ、これは実際、私も体験をした。 なんですけれども、まあ、こういう対応はあとその、どまあ、震災終わった後の復興・復旧にまあついてのことですから、まあ、この場であのどうこうということではないんでしょうけれども、何かちょっとその点で、先生の,このおご指導というか、試験があれば、お聞かせいただいて、私の質問を終わりたいと思います田中先生、あ田中参考人、<laughs> 失礼しました。 ああのーえー、え今のポイントはです、ね、首都市と直下、南海トラフというのが他の災害と質的に違ってしまうということの最大の、私はポイントだと思っています、で阪神・愛大震災の時の兵庫県から復興投資があ、まあ、主に関東に流出したのは、別に悪意ではなく、被災者の早期な住宅再建 あるいはインフラ整備のためにやはり集中投下をせざるを得なかったからそうなったということだと思うんですねでただその時にもう少しあの平準化するべきものあるいはできるものもあったのではないかという気がいたしますでそういう面で一気にそこに投下する戦略が良いのかどうかというところがこれは首都直下南海トラフになると 国際レベルで同じことが起きてしまうということを懸念しているということになります。でえまあ、そういう意味では、あのえー、やや、えー、優先度の高いもの、低いものという中で公共投資をどうしていくのかという部分の平準化を少し図るような仕組みを考えておかなければいけないというのが先ほどの私の趣旨でございます。 でただあの、今、大変あの貴重なご指摘をいただいたわけでありますけれども、えー、確かにこの特措法自体は事前対策を中心としているものだと理解をしておりますけれども、えー、その中で復興計画というのは、やはり事前にやっとくべきものだと思うんですね、でどういう復興計画ををに向けて、えー、進めていくのかということ、えー、ここはやはり一つの基準になる。 と思いいますのでそういう面では復興はこの特措法の範囲外であるというよりは、復興というものを前提に置いた事前対策は何なのかという流れをぜひご議論いただけると、とても個人に存じます以上でございますすありがとうございます以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人の方々に一言御礼を申し上げます。本日は長時間にわたりご出席いただき、貴重なご意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。それでは参考人の方々につきましては、ご退席をいただいて結構です。 速記を止めてください。 復帰を起こしてください。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。東南海南海南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する。法律案及び首都直下地震対策特別措置法案の審査のため、本日の委員会に内閣府政策統括官。 日原博文君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認め、作用決定いたします。東南海・南海地震にかかる地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び首都直下地震対策特別措置法案の両案を一括して議題といたします。まず、提出者 衆議院災害対策特別委員長坂本豪二君から順次趣旨説明を聴取いたします委員長坂本豪二君、えー、ただいま議題となりました東南海南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び人直下地震対策特別措置法案について その趣旨及び内容をご説明申し上げますまず東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます南海トラフで発生する大規模な地震による被害についてはこれまでの政府による被害想定等から明らかなように西日本を中心に 東日本大震災を超える甚大な人的物的被害が発生し我が国全体の国民生活経済活動に極めて深刻な影響が生じるまさに国難ともいえる巨大災害になる恐れがあるものと想定されております平成14年に議員立法によって東南海南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が 全会一致で成立施行され、これまでこの法律に基づく対策が着実に進められてまいりましたが、この度の政府の被害想定等により、これまでの想定をはるかに上回る甚大な被害が発生するとされた地域の人々の不安な思いを受け止め、このような巨大災害に事前に対処すべく早急に国が指導して効果的な 予防対策を実施するため本基礎案を提出するものであります次に本法律案の主な内容につきましてご説明申し上げます第一に法律の題名を南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に改めるとともに南海トラフ及び南海トラフ地震について定義を定めております 第二に、南海トラフ地震が発生した場合に、著しい地震災害が生ずる恐れがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、南海トラフ地震防災対策推進地域とし、当該地域の指定にあたっては、内閣総理大臣が科学的に想定し得る最大規模の地震を想定して行うものと規定しております。第三に、 この推進地域の指定があったときは、中央防災会議は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を作成することとしております。第四に、指定行政機関の庁等は、防災業務計画において、一つ、地震防災上緊急にす整備すべき施設等の整備に関する事項。二つ、地震からの防御、 円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項等を定め、これらの事項を南海トラフ地震防災対策推進計画とすることとしております。なお、市町村防災会議は、これらの事項に加え、津波対策津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができることとしております。第五に、関係して行政機関の長等は、 共同で南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策等相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとしております。第6に内閣総理大臣は南海トラフ地震防災対策推進地域のうち南海トラフ地震に伴い発生する津波に対し 地震避難対策を特別に強化すべき地域を南海トラフ地震津波避難対策特別強化区域として指定することとしております。この指定があったときは関係市町村長は都道府県知事の意見を聞き内閣総理大臣の同意を得て一つ津波からの避難のように強する避難施設等の整備に関する事業二つ集団移転促進事業及び三つ 集団移転促進事業に関連して、移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒等の要配慮者が利用する、政令で定める施設の整備に関する事業に関する津波避難対策緊急事業計画を作成することができることとしております。第七に 津波避難対策緊急事業に係る特例として津波避難対策緊急事業に要する経費に対する国の負担または補助の割合の特例等の想定を設けることとしております。第8に津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に係る特例処置として農地の転用の許可要件の緩和に関する農地法の特例 二つ、集団移転促進法の特例等を設けることとしております。以上が本法律案の趣旨及び主な内容であります。何卒速やかにご,ご賛同くださいますようお願い申し上げます。次に、首都直下地震対策特別措置法案について申し上げます。首都圏においては、歴史上 関東大震災級の地震が発生以来、80年ほどを経過すると、マグニチュード7クラス、まさに阪神・淡路大震災と同じクラスの直下型地震が何回か発生するという歴史を繰り返してきました。本年は大正12年に発生した関東大震災から90年目に当たります。首都直下地震は、 このままのことではありますが、今日これから起きても不思議ではありません。戦後の我が国は大きな地震を経験することもないまま、高度経済成長背景にさまざまなインフラ、高層建築臨海部のコンビナート、高度情報ネットワークなどを首都圏に作り上げてきました。これらが大きな災害に見舞われたらどうなるか、その対策は ままさに喫緊の課題であります。帰宅困難者等の安全確保を図るための措置、木造密集地域対策も大きな課題となっております。首都直下地震は大規模な災害であるというだけではなく、我が国の政治、行政、経済等の中枢機能をいかに維持するかということが重要であります。人中枢機能の維持を図るために、 必要なライフライン等の基盤の整備や管理を適切に行うなどの措置を講ずる必要があります。次に、本法律案の主な内容につきまして、ご説明申し上げます。第一に、内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に、著しい地震災害が発生ずる恐れがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、 人直下地震緊急対策区域として指定するものとしております。政府は人直下地震緊急対策区域の指定があったときは、人中枢機能の維持に関する事項、人中枢機能維持基盤整備等地区の指定に関する事項等を定める緊急対策推進基本計画を定めなければならないこととしております。第二に政府は 緊急対策推進基本計画を基本として、政府及び各行政機関の業務の継続に関する事項、行政中枢機能の一時的代替に関する事項等について定める緊急対策実施計画を定めなければならないこととしております。第三に内閣総理大臣は、緊急対策区域のうち、人中枢区域の維持を図るために、 必要な基盤の整備及び滞在者等の安全確保施設等の整備等を緊急に行う必要がある地区を、人中枢機能維持基盤整備等地区として指定するものとしております。基盤整備等地区の指定があったときは、関係地方公共団体は、共同して人中枢機能の維持を図るために、必要な事項及び滞在者の安全の確保を図るために、 必要な事項について定める基盤整備等計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとし、認定を受けた基盤整備等計画に係る特別の措置として、開発許可の特例、道路の専用の許可基準の特例等を定めております。第四に、関係都県の知事は、 緊急対策推進基本計画を基本として、石油コンビナート等の改築、補強、木造密集地域対策、帰宅困難者対策等について定める地方緊急対策実施計画を作成することができることとするとともに、住民の臨歩共同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、 被害軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるものを住民防災組織として認定することができることとしております。第五に特定地方公共団体は単独でまたは共同して特定緊急対策事業推進計画を作成し内閣総理大臣の認定を申請することができることとし認定を受けた 特定緊急対策事業推進計画に基づく事業に対する特別の措置として、建築基準法上の用途制限の緩和等について定めております。そのほか、地震観測施設等の整備、総合的な防災訓練の実施、広域的な連携協力体制の構築、財政上の措置等の規定を設けることとしております。以上が、 本法律案の趣旨及び主な内容であります何卒速やかにご賛同くださいますようにお願い申し上げますありがとうございました以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりましたこの際委員の移動についてご報告いたします本日磯崎義彦君が委員を辞任されその補欠として宮本修司君が選任されましたこれより質疑に入ります 質疑ののある方は順次ご発言願います。す。田田村村智智子子君。日本共産党の田村智子です、えー、首都直下地震対策の法案についてお聞きをいたします。人口と建物が集中する地域で発生する首都圏直下地震は2004年の被害想定でも全壊火災消失等数が最大85万、死者数が1万1000人という未曽有の大災害として予想されています。こうした被害を、 できうる限り抑える、住民の命と財産を守ることを最優先にした対策が求められていると思います。ところがですね、この法案を見て私はちょっと驚きました。第一条の目的に、首都直下地震が発生した場合において、首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の命、身体及び財産を保護するためとあるんですけれども、全42条のうち、 それでは住民の命を守る、財産を守る、こういうことに密接に関わるものはですね、わずか二十一、二十二、二十三のこの三条、第五章に定める地方緊急対策実施計画の策定等しかないわけです。しかもこの中には特別措置と呼べるものはありません。法案のほとんどは政府の業務継続、首都中枢機能維持のための基盤整備や再開発のための特例、建築基準法の規制の緩和を行う、 といいう中身になっています。これではですね、首都圏直下地震対策とはとても言えず、むしろ首都機能維持のためとして大、首都圏の大規模、えー、開発をです、ね、のための特別措置法案ではないかと、こう思わざるをえないと思うんですが、提案者の方にお聞きをいたします。福井輝君。はい、あの今、先生ご指摘の住民の生命と財産を守りきるんだと。 国家が生命と財産を保障するんだというご指摘、誠にごもっともだと思います。で、その上で、この法律の中身を若干ご説明をさせていただきたいと思います。今、先生ご指摘のように、省、まあ、計画制度が位置づけられておりますけれども、大きく二つに分かれております。中枢における対策を述べたもの、そして緊急対策区域全域、 の対策を述べたもの、大きく二つに分かれております。その中枢に関わるものは、行政中枢機能の維持に関わる緊急対策実施計画等第三章でございます。そして、首都中枢機能維持基盤整備等地区における特別の措置第四章でございます。全域の活用が想定されるものは、第五章と第六章。第五章は地方緊急対策実施計画の作成等。 第6章は特定緊急対策事業推進計画に関わる特別の措置でございますで。確かに今、先生ご指摘のように、第5章は3条しかございません。しかし、これは第6条の特定緊急対策事業推進計画に関わる特,特別の措置の規定と相まって、緊急対策区域全域での首都直下地震対策の推進が図られるものと考えてございますので、 委員ご指摘の首都機能維持に限定された法律であるというご指摘は当たらないと考えておりますが、まあ、いずれにしても、この政府がこの法律を受けて、適切に対処することが肝要というふうに考えてございます田村智子君。あの今ここのの第6章の特定緊急対策事業推進計画これもです、ね、中身をよれば読めば ほとんどこう再開発のための規制緩和を規定しているのかなというような中身になってまして、あの、住民の命、財産を守ることとどう関わるのかっていうのは、これ、全くわからないような中身になってるわけですね。じゃあ、もう少し中身についてお聞きをいたします。法案第7条、えー、首都中枢機能基盤整備、えー、等地区ですね。これは、あの、説明をお聞きしましたら、永田町、霞が関などを念頭に置いたものだと。まあ、首都中枢機能ですから、このあたりですね、国会や省庁がある。 あたりということとはそううだろうと思いますでこの永田町霞ヶ関という地域は、ですね東京都市計画霞ヶ関一団地の観光庁施設として、建物の配置の方針などを含めて、都市計画されています、すでに。さらに国土交通省、えー、官庁営全部は、ですね社会資本整備審議会の答申を受けて、霞が関地区整備活用方針というのを持っています。この整備活用方針を見ますと 公庫や、公居や国会議事堂との均衡など、良好な都市景観の形成。あんまり超構想立てないとかって意味も含まれていると思います。危機対応を可能とする施設機能の確保。危機管理のために多様な開放的空間の整備などが盛り込まれていて、私はこれは非常に理にかなった方針だなというふうに思っています。 ところがですね、その永田町霞が関をあのおそらく念頭に置いた、この、えー、首都中枢機能基盤整備、この地域はですね、えー、16条から19条で、開発許可の特例、土地区画整理事業の認可の特例、市街地再開発事業の認可の特例、道路専用の認可基準の特例、こういう特例基準を次から次へとこう設けているんです。 今ある都市計画を、こう、いわばこう、全く作り変えて、えー、長田町霞が関を非常にこう、作り変えていくようなものになっていくんじゃないかってことが危惧されるわけです。しかもですね、法案第8条6では、えー、民間デベロッパー等が事業の提案を行えるようにしていて、それに伴う規制緩和も行うということが盛り込まれています。非常にこの長田町霞が関の地区というのは、私は公益性の高い地域だと思います。 民間がどんどん開発していくような地域ではないと思ってまして、むしろそういう開発に対しては、規制をかけることが必要じゃないかっていうことも考えています。ですから、この法案に対して非常に違和感があるんですね。で、この場ではあの、この8条6項の提案の仕組みについてお聞きをした,んですしたいんです。なぜこういう公共性の高い地域に、民間ディベロッパー等が事業提案を行えるという仕組みにしたのか、お答えください。<上>三日月太蔵君。あの 先生に違和感があると言われたことに私は違和感があるんですけれども、あのむしろです、ね、冒頭おっしゃっていただいたように、未曾有の大災害からですね、起こってはならない未曾有の大災害から、首都機能を維持してです、ね、国民の生命と財産を守るために、民間ディベロッパーの方々も含めてです、ね、多様な方々に計画作りに参画をしていただき、 また必要な事業を行うためにですね、この規定を設けたところでありまして、あの、先生ご存知のとおり、八条の六項基盤整備等計画、そして二十四条のこれはあの四項だと思うんですけれども、特定緊急対策事業推進計画、これに、あの、提案することができる規定をですね、 えー、設けさせてていいいただいているところですこの基盤整備等計画および特定緊急対策事業推進計画のあらゆる制度の活用を促進することで、首都直下地震対策の一層の推進を図ることを目的として、趣旨として、えー、設けさせていただいているところです田村智子君、あの例えばそのこ議員会館も立て直しましたで、省庁ももう中央合同庁舎がどんどんできてです、ね、でこれ、耐震化はかん完成してると思ってもいいと思うんですよ。 これ以上何を民間デベロッパー入れてやっていくのか。まあ、法案の中身を見ますと、あの、例えば帰宅困難者が一定期間滞在できる施設とか、あるいは備蓄の施設が必要だと。で、あの、こういう施設はですね、あの、例えば、これは民間主導でやると不採算になりますよね。だってそこに人が集まっちゃったら、ますます帰宅困難者を増やしてしまうことになる。何かこう一時滞在の場所を作ったとしても、平時にそこ使っちゃダメだってことになると思うんですよ。 備蓄も備蓄として使うことしかできないはずで、民間主導で果たしてそれが採算の取れるような事業になるんだろうかということは非常に疑問に思いますで。公共性の高い地域にそんな計画を求めるんだろうかと。それはむしろ国が責任を持って必要なことをやるべきじゃないか。これはあの指摘をしておかなければならないと思うんです。で、さらにお聞きをしたいのはですね、あの特定緊急対策事業推進計画。 これもですね、同様のような規定があるわけです。この特定緊急対策事業の方はですね、首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進を図るための計画って非常にバクッとしていて、いわば何でもありのような感じなんですよ。でそこにも民間等からの提案の仕組みが設けられている。こちらはもっと露骨で特別あの措置の適用を受ける事業であれば何でもよいってことになっちゃうんですね。 そうするとですね、首都直下地震への対応を名目として、民間デベロッパーの開発事業がどんどん促進するってことになりかねない。あの、ここでお聞きをしたのしたいのはですね、第8条6項の提案をしたものは、首都中枢機能維持基盤整備等協議会、このメンバーになれるのか。また、24条4項の提案をしたもの、民間デベロッパーなどが提案できると、そういう提案をしたものは、 地震防災対策推進協議会のメンバー構成員になれるのかどうか、これ、お聞きしたいと思います三日月太蔵君。端的にお答えすれば、いずれも構成員となれるということを想定しております。この,あの基盤整備事業と、もしくは特定緊急対策事業を実施する者、される方々ですね、でまたあ、これらの事業と実施に密接な関係を有する者。 方々ですねこれは地方公共団体に対して、先ほど先生ご指摘いただいたように、基盤整備等計画、または特定緊急対策事業計画にかかる内閣総理大臣の認定を申請を提案することができる、こういった方々はですね、それぞれ首都中枢機能維持基盤整備等協議会、および地震防災対策推進協議会、 この協議会の構成員となる旨を規定させていただいているところでありますし、また、この基盤整備事業等、または特定緊急対策事業を実施しようとする社だけではなくてです、ね、実施し、または実施すると見込まれる社も含めてです、ね、協議会の構成員となることを想定させていただいております田村智子君。はい、あのその通りななんですねあの、まあ、民間ディベロッパーなどが こうあの構成員になりうると。しかも、ですね、これ、規定を見ますと、ですね、この2つの協議会、これ、開発の提案をした者、事業の実施者がこうああ、えーとえー、こういう人たちが、ですね、構成員として入っていない場合には、入れてほしいとこう要求できること、要求もできる規定があります。 で、その要求に対して、正当な理由がなければ、計画を策定した地方公共団体は、拒めないということにもなっています。これ、正当な理由ってのは、なかなか難しくて、反社会的団体だとかですね、そういうのでなければ、まず、拒むことはできないっていうふうに思うんですね。そして、この協議会での協議が整えば、その結果を尊重する義務が、今度は、あの、地方公共団体に課せられると。まさにこう、民間主導で、 様々な開発が進んでいくような仕組みが何十にもこう作られているというふうにあの言わなければならないと思うんです。であの衆議院の議論の中では国が定めた計画等に沿って行うからこれ大丈夫だっていうことも言われてるんですけれどもこの間ですね、この東京都で行われた様々な都市再生と言われる事業を見てもそれはあの国がいわば認めてるような事業ばかりだと思います。その結果どうなったか超高層のマンションが次々と建てられる。 その中にはですね、あの、さっきの東日本大震災では、あの、えー、地震の揺れと、こう、共振をしてしまって、破断を起こしたようなマンションも出てくると。で、どんどん、こう、人口密集が、あの、広がる。昼間の人口もどんどん、こう、広がっていくと。もう、一極集中どころかですね、それをどんどん加速させるようなことを、この間、現に民間ディベロッパーは、この首都圏でやってきた。このこと、しっかり見なければならないと思うんです。 災害対策上、人口と経済の集中という大都市特有の課題、これをやっぱりあの、本来解決していくためには、どんどん民間ディベロッパー主導にするのではなくて、逆にですね、これはあの、本来規制をかけていくような法案でなければならないと思うんですけれども、私が今言っているような器具、その大規模開発を促進する、そういうお墨付きを与えるものになるんじゃないのか。このことについてはどうお考えですか。<上>福井輝君。えー。 私、都市計画が専門なので、えー、その観点から反論したいところでございますけど、今日はあの法律の議論でございますであので、この法案で、今先生御指摘のことに対して、もう一度事実関係を整理させていただきたいと思います。まず、先生御指摘の基盤整備等計画とか、特定緊急対策事業推進計画につきましては、 事業を実施しようとする者が、地方公共団体に対し、これらの計画について、内閣総理大臣の認定を申請することについて提案できるというのが第8条、第6項、第1号、第24条、第4項、第1号、先生ご指摘のとおりでございます、また、この認定を受けたこれらの計画に基づいて実施される事業については、それぞれ開発許可の特例、用途制限の特例が適用されると予定をしてます。 しかし一方で、内閣総理大臣の認定を受けるには、緊急対策推進基本計画に適合するものであること、そして基盤の整備などの円滑迅速な推進や、地震防災対策の円滑迅速な推進などに寄与するものであることなどの基準に適合することが必要であって、 提案に関わる計画について認定を受けることができないと見込まれる等の場合には地方公共団体は申請しないこととすることもできると提案があっても申請しないことができるということが規定をされておりますこれため提案があってもその内容が委員ご指摘のような首都直下地震を名目にした大規模開発であって首都直下地震対策として 不適切なものであれば認定基準を満たさないものとして認定を受けられず各種法律の特例の適用は受けられないことになるわけでございますいずれにしてもこの法律に基づく諸計画で冒頭、先生ご指摘のこの首都圏にご在住の日本国民の生命財産そしてたまたまその瞬間にいらっしゃったツーリスト の皆さんが全員助けられるように、全員避難できるように、そういう強いしないかな人を目指して、えー、適切に政府が対処いたしますことを監視することがこの国会の役割だというふうに感じております。田村智子君、はいあの。民間ディベロッパーなどの提案はです、ね、これ、地対なくすぐにこう地方自治体はあの判断しなきゃいけないという規定があるわけですよね。 そうするとコストパフォーマンスがむしろ自治体がいい案を出したりとか、それをこう検討して、これはこういう理由で不当だなんていう理由ができない限りは、これ申請を受け入れなきゃいけないって規定だってあるわけですよ。そういう意味で私が言ったような指摘が、この、あの、全く当たらないってことは当たらないんじゃないかというふうにあの、言わなければならないと思います。時間がないので次に進みますが、一方でですね、先ほどもあの、参考に質疑の中で一番強調された住宅の耐震化などの事前防災、 これはですねあの、この法案の中であの非常に不十分だなって思わざるを得ないんですね。地方緊急対策実施計画に様々な事項を定めることができるというふうになってるんですけれども、これはの、ではですね、特別措置法という名にふさわしくですね、この、えー、地方緊急対策実施計画によって、新たに関係都県は何か特別なことができるようになるということになるんでしょうか。小宮山康子君。ご質問ありがとうございます。えー関係 首都圏の知事が当該計画を定めることにより、首都直下地震が発生した場合に、一しい地震災害が生ずる恐れがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域である緊急対策区域において、具体的にいかなる対策をどのように講じ、えーまあ、例えば、高層建築物や地下街、石油コンビナート等補強などでございますが、えー、首都直下地震が発生した場合に生ずる恐れがある、一しい地震災害の発生を、いかに防止し、または災害を経験 していくか具体的に示されることとなります、えー、また、国は関係都県に対し、地方緊急対策実施計画の円滑かつ、えー、確実な実施に関し、必要な情報提供、助言、そのほかの援助を行うよう努めることとして、第22条においてしております、これらの措置によりに地方緊急対策実施計画に定められた策の、えー、推進が図られることにな,なると考えております。 田村智子君。あの、施策はそうなんですけど、それ新しいものはないんじゃないかと、こう、言わざるを得ないんですよ。で、あの、昨年自民党が提出した法案、あの、同、同じ中身の法案ですね。これの中では、あの、地方緊急対策実施計画に対して、交付金とか、補助率のかさ上げっていう措置が具体に盛り込まれていたわけです。ところが、今回の法案では、それが入っていないと。 だけど、あの、衆議院の、あの、やりとりの中では、いや、それは、あの、被害想定が出たら、できるようにするんだっていう、あの、そういうご答弁もあったのでね、さあぜひ入れてほしいので、あえてここでは、あの、同じことは、お聞きはいたしません。 耐震化・不燃化の措置として1000億円を想定していたというようなあの答弁もありましたので、それではあのここであの防災担当大臣にお聞きをしたいんですけれども、ではこういう法案ができて、衆議院でそういう答弁もあったと、1000億円ぐらいの,あの予算措置は必要だという答弁もあったと、で、被害想定が出たら、当然、木密地域の耐震化や不燃化の促進などですね、新たな財政措置や法制上の措置、これ、取るということになると思うんですけどいかがですか。古屋国務大臣。 えー、あの木密地区における耐震化とか不燃化はあの極めて大切ですね、えー、同感です、えーまあ、従来から耐震化に関わる取り組みとしては、えー、住宅の耐震改修に関して補助を行う場合は、国から社会資本整備総合交付金であるとか、防災安全交付金を活用して支援を行ってますね、で実際、不燃化等に関わる、えー、密集地域の改善、整備の取り組みとしては、延、え、焼、ー、を遮断する効果のある。 例えば道路を整備するとか、避難路の確保とか、老朽建築を除却をしていくとか、建て替え、こういったものをです、ね、社会資本整備総合交付金とか、防災安全交付金。 こういったの活用をしてです、ね、支援を行っています、ね、で、今、ご指摘の、実際この法律ができたらどうなるのか、まあ、これは政府による緊急対策推進基本方針であるとか、地方による地方緊急対策実施計画などの作成、そしてそのし、えー、推進状況など、 踏まえましてねじゃあ財政措置のあり方についてこれは今後は関係機関と調整の上、えー、検討していくということになると思いますで、そこで一番大切なのはですねやっぱりこの黙密対策で私現実に板橋区これはあの東京都ですから今ご承知だと思いますけど大変 首長さんが非常に先進的に取り組んでますね、だからそういう意味では、ですねこの撲滅対策を行うには、首長の意欲とリーダーシップって非常に重要なんですね、ですから私は関係首長の行動力に期待をしたいと思いますし、そういった先進的な首長さんにはしっかり国としてもできるだけの支援をしていくということは当然のことだと考えています。 田村智子君おまとめくださいえ答弁が大変あのご丁寧で、ちょっと質問を残してしまいましたがあの、この住宅の耐震については、耐震化そのもの,のについてはあの、地方緊急対策実施計画の中に書いてなくて、耐震診断の促進にとどまっていると、私、ここでも非常にです、ね、一番求められていることが、結局自己責任にされちゃってるんじゃないかということも、これ、指摘をしなければならないと思います以上です。 他にご発言もないようですから両案に対する質疑は終局したものと認めますこれより両案について討論に入りますご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います田村智子君私は日本共産党を代表し首都直下地震対策特別措置法案に対しては反対東南海・南海地震特別,措置改正特別措置法改正法案に賛成の討論を行います 東京など首都圏においては超高層ビル建設を柱とする土地再生などが進められ、一極集中の是正どころか、新たな投資と開発が集中的に行われてきました。一方で、木造住宅密集地の住宅等の不燃化、マンションや雑居ビルなどの耐震化、老朽化対策は大きく立ち遅れています。首都直下地震対策はこのような首都圏の災害被害の拡大を招く具体的な課題を着実に解消することが求められています。反対の理由の第一は、首都圏の居住地域である市街地 の対策を地方自治体任せとしていることです。法案は首都直下地震が発生した場合に国民の生命、身体及び財産を保護するため緊急対策区域を指定し指定が行われた関係都県知事は地震防災対策等に必要な事項を地方緊急対策実施計画として作成できることとし国は情報の提供、助言等の支援を行うとしています。しかし大規模施設の管理事業者への規制や指導権限住宅耐震化に不可欠な支援措置などは一つもありません。災害対策 基基本法ににににづく地地域防災計計画画とととは別に新たに地方緊急対策策実施計画を策定すするるここの意味が問われることになります第二は、首都直下地震対策を名目にして、新たな大規模開発の根拠となり,なりかねないことです。え基盤整備等地区の会関係地方公共団体は、共同で都市基盤の整備、滞在者の避難道路や一定期間退避できる施設、水や食料の備蓄施設の整備などを盛り込んだ基盤整備等計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることができます。 できるとされています計画が認定された場合都市開発法の開発許可をはじめ 面的整備に関わる一定の規制を緩和することになります。これでは東京一極周知の是正どころか大規模開発によって地震災害に対する脆弱さをさらに増大させると言わなければなりません。第三は事業者、大手ディベロッパーの開発計画が首都中枢機能の維持を名目に促進される可能性が高いことです。法案は基盤整備等計画の作成及び実施の期間として首都中枢機能維持基盤整備等協議会を組織することとしています。その構成員として基盤 整備事業等を実施し、または実施すると見込まれる者また作成しようとする基盤整備等計画、または認定基盤整備等計画、およびその、えー その実施に関し密接な関係を有する社は事故を構成員として加えるよう申し出ることができることさらに正当な理由がある場合を除いて関係自治体は構成員として加えなければならないこととしていますまたこれらの社は関係自治体に計画の認定申請を提案できるとしていますが自治体はその提案を拒否する場合はその理由を明らかにしなければならないとしています大手デビロッパーなどが自前の計画を提案すればその計画よりコストパフォーマンスなどの点で優れた計画がある場合を除いて 自治体側が拒否すすることとは困難と考えられます東京一極集中の自制とともに住民の生命・財産を守るための予防対策こそ最優先に進めるべきことを要求して反対討論を終わります他にご意見もないようですから討論は終局したものと認めますこれより採決に入りますまず東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の採決を行います 本案に賛成の方の挙手を願います。前回一致と認めます。よって本案は前回一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に首都直下地震対策特別措置法案の採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。<laughs> 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 災害対策樹立に関する調査のため、参考人の出席を求め、その,ごいその意見を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認めます。なお、その日時および人選等につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんかご異議ないと認め、作用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。